よいしょ。一応ライブ配信ポチッとなしたんですけど、どうかな。はい、いけそうかな。まあきっと大丈夫。ちょっとラグが、ああいったかな。あ、入った入った。お、いい、うん、流れてる流れてる、大丈夫そうですね。よしよしよし。おー、みんなー。はい、では、わーい、よいしょ。はい、会場超満員、ありがとう。ありがとうございます。フラスターからお届けしています。よろしくお願いします。ということで、一旦ちょっと画面の方を切り替えてと。よいしょ。ちょっとこう、はじめぐらい前の方に集まりますか。確かに。そうですね、最初僕が、みんなで、集まっておきましょうか。はい、はい、では、あっと間違えた、原稿を写しちゃった。原稿が出てきたんだ、なんかいきなり原稿を写しちゃっためっちゃちゃんとした原稿が書かれてる、すごい。あ、やばい、見ちゃダメ。カンペが出ちゃった、カンペが。はい、ということで、いよいよありがとう、皆さんお集まりいただきありがとうございます。クラスターの皆さん、そして、YouTube の皆さん、聞こえてますでしょうか。もしよかったら、エモートであるとか、あとは、YouTube の方でもですね、コメントの方打っていただければ、ありがたいです。よろしくお願いします。わーい。わーい。はい。まあ、YouTube の方からもコメント来てそうですね。ありがとうございます。ということで、ぜひぜひ今から始めていこうかなと思うんですけれども、では、皆さん改めまして、こんにちは。バーチャルサイエンティストの卵のルートを申します。本日はお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。で、このイベントは、脳科学者の僕ルーが、個人的にすごく興味を持っているメタバースと、あと脳科学を組み合わせて、それぞれの専門家のゲストを交えて、徹底的にお話をしようっていうイベントになっています。ではでは、早速ゲストのご紹介していきたいと思います。まずは、メタバースについての専門家の、メタバース文化エヴァンジェリストの、バーチャル美少女ネムさん、自己紹介の方お願いします。はーい、やったー。はい、最近この、ソーシャル VR とか呼ばれるこの VR の中で生活できるようなサービスがどんどん増えてきて、そこでもうなんかもう ずっぷり毎日何時間も生活して、本当にその VR の世界で住んじゃってるようなユーザーのことを俗に、はい、メタバース原住民とかって、はい、言ったりするようになりましたけど、はい、私もその一人で、はい、この間メタバースの文化を紹介する本、メタバース進化論を発売しました。みんな買ってねー。はい、今日は、はい、メタバース原住民の立場で、はい、ちょっとこう、せっかくこの、はい、今回日本神経科学学会講演ということで、はい、ゲストもなんかすごい学術的なノリなので、はい、楽しいお話をいっぱいできるといいなと思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ネムさんからの自己紹介でした。ネムさん、そういえばですね、先日5周年を迎えられたと思うんですけども、はいはい、今年は特にそうなんですよね、5周年おめでとうございます。もう5年もバーチャル美少女をやっているというちょっとやばい人ですね。私 VR とかメタバースとかそういうのが生まれる前からずっとやってますからね、うん、すごいですよね。個人では多分私が VTuber 初めてかなと思っていて、一応世界最古の個人系 VTuber を名乗って活動させていただいています。もう今となってはね、別にね、もう犬も歩けばバーチャル美少女に当たるみたいな時代になっちゃったんですけど、私が始めた時は、個人でやってるの私しかいなかったので、ほら今 VTuber 言ったら何系 VTuber とかみんな言うじゃないですか。そうですね、はい。そういうノリで私もこう自分のキャラ立てのために、個人系 VTuber っていう風に、その個人を売りにしてやってたんですよ。私しかいなかったから。はい、なんだけど、そう、もうなんか個人でね、こういうバーチャル存在として生きるのも、もうこの5年であっという間に当たり前になってしまって、はい、やったぜっていう感じですね。わーい。はい、
そんな活動して、これまで5年も活動されてきた、バーチャル美少女ねむんさんなんですけれども、ここ1年ってものすごくメタバース盛り上がってると思うんですよね。ここ1年とそれまでと比べて、どんな感じで、活動内容であったりとか、メタバースの盛り上がり具合みたいなのが変わってきたのかみたいなことを教えていただければなと思います。ああ、なるほど。なんかこう、そうですね、私はなんかもともと割とテレビとか呼んでいただいてたんですけど、なんかもともと割とこういろんなの的な、こうなんかバーチャルで美少女やってるやべえやつらがいるらしいみたいな、なんかこうそういうノリの扱いだったんですけど、なんか去年ね、はい、私がメタバースに住んでる住人の統計調査を発表したんですよ、はい、VR 国勢調査って呼んでるんですけど、はい、でそれを発表したのが確か10月30日だったかな、去年のちょうど1年くらい前だったんですけど、で、まあ、その時はまだ全然メタバースとか注目されてない時期で、ただ私がその統計のレポートを発表した翌日にザッカーバーグが Facebook をメタに改名するって突然言い出してなんかもう猫も表紙をメタバースみたいな感じになってなんか日本にメタバースめっちゃ詳しいやつがいるらしいみたいな感じになって、突然いろんなメディアからめちゃくちゃ取材の依頼が来るようになったんですよね。なるほどなるほどなるほど。そうなので、ちょっとそれまでは色物的な扱いだったんですけど、なんかすごい真面目にメタバースをこう語る人としてなんか最近はテレビに呼んでいただいたりとかしてめっちゃウケます、すごいありがとうございます。ということで、多方面で活躍されているバーチャル美少女ねむさんでした。よろしくお願いします。はい、はい、それではですね、続いてのゲストになるんですけども、こちら の脳みそ型のアバターをしていらっしゃいます、脳科学に、専門さ、ね、脳科学が専門の東京大学でお医者さん、そして神経科学者をしていらっしゃいます今野大地先生になります。今野先生、自己紹介の方お願いいたします。はい、よろしくお願いします。今紹介いただいたんですけれども、医師で、あと神経科学研究者の今野大地と申します。なんかこの見た目なんで、多分ここにいる人のねむさんとかりゅうさんも含めて9割くらいはこいつやばいやつだって思ってると思うんですけど、普段は割とどこを見て話しかければいいのかよくわからないんですけどそうですね、そうですね、目は、はい、どこについてるんですか。まあ、多分そのあたりです。はい、この辺じゃ、目この辺に、はい、脳みそのあたりにね、みんな話しかける感じではい、で、まあ、ただ普段はですね、ちゃんと真面目に医者として働いてたりとか、あとネズミさんを使った脳の研究とかをしています。で、まあ、僕も実はですね、ねむさんと同じように半年9ヶ月くらい前に本を出したんですけど、そこで結構脳×メタバースみたいなことにすごく注目しているところを書いていて、でぜひ今回ですね、ねむさんであったりとかルーさんと一緒に議論できるってことをすごく楽しみにしていました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回今野さんとねむさんって初対面だとは思うんですけども、今野さんは以前から初対面ですよね。今野さんはねむさんのこと以前から知っておられたりはしたんですか。そうなんです、今年の1月か2月くらいにねむさんが東大の稲見先生という方と対談された動画を、僕がすごい動画のファンなんですけど、それでねむさんの存在、そうなんです、それでその存在を知りまして、で時も多分なんかブレインバースとかニューロバースみたいな話をされてたと思うんですけど、はい、そのあたりからすごいメタバースと脳の可能性みたいなのをより、なんですかね、可能性を感じるようになりました。ああ、よかったです。話やばかったですからね。もう稲見先生がなんか喋り出したら止まらないので、もう完全に制御不可能っていう感じで、もうなんかもう情報の渦っていう感じで、めちゃくちゃ面白かったですね。そうですね。はい、もう情報量の圧縮された情報にの圧に追いやられて、最後もう私無理やり終わらせましたからね。ちょっともう、時間なんで、みたいな感じで。よかったです。はい、結構番組反響が大きかったので、見ていただいていたとは嬉しいです。いや、本当にすごい貴重な情報を教えていただいて、多分それまでVTuber 界と学術、ガチの
研究者みたいなのが積極的に関わって議論するみたいなことってあんまりなかったんじゃないかなと思ったんですけども、このイベント自体も実はその以前の稲見先生とネムさんのイベントのですね、対談イベントに触発されて、そういった学術界側と一般社会側から人を集めて議論したら面白いんじゃないかということで開催したという経緯になっています。ということで、こちらのバーチャルさん、バーチャル美少女ネムさんと今野大地さん、そして、バーチャルサイエンティストの卵の僕ルーと申します。この3人で、このイベントの方や進行していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。ではですね、早速なんですけれども、ここからはこの イベントの趣旨ですね、どうしてこんなイベントを開催しようと思ったのかとか、はい、あと、まあ、このイベントを起きた背景とか、そういったものについて、ちょっとお話僕の方から、まあ、大体5分くらいですね、お話ししていければなと思います。はい、ちょっと はい、もしもしょ。はい、では会場の方も見えてますかね。はい、よろしくお願いします。はい、では順々に説明していきたいと思います。で、このイベントを始めるに至った経緯についてちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、最近ですね、すごくそのメタバース界と神経科学界というのが、神経科学界っていうのが歩み寄り始めてるんじゃないかなと思っています。で、まず世界経済フォーラムっていう大きなフォーラムが、メタバースの未来には脳科学が必要だ、正確にはVR と AR と脳科学がこのメタバースの未来には必要だみたいなことを話していていたりだとか、あとこの前の6月30日くらいに行われました日本神経科学学会というところでも、メタバース関連のシンポジウムみたいなのが行われていて、確かメタバースと脳科学という題名のシンポジウムが行われていたりだとか、あとは京都大学の上谷先生という先生が、ここの皆さんいらっしゃるクラスターという会場の持ち主というか、運営会社ですね、クラスターと組んでメタバース研究所みたいなのを作ろうとしていたりだとか、そんな感じでメタバースと神経科学っていうのを歩み寄り始めているというような現状にあるとは思うんですけども、まあ、それはまだ始まったばっかりで、実際の今の現状としては、今の学術界でのメタバース、一般社会側、メタバース界側からすると、今の学術界でメタバースの研究してるっていうけど、どういった研究してるのであるとか、その技術レベルが知らないとか、今後どういう方向に進化していくのかなみたいなことを、なかなか見えにくいんじゃないかなということが報告というか、個人的に感じています。で、あと学術界側としては、今の一般社会でのメタバースの実態というのがなかなか見えていなくて、なかなかですね、その個人のというか、特定のメタバースの課題をピックアップして、それを解決するような研究というのはまだ行われていないのかなと個人的に思っています。なので、一般社会と学術界のメタバース間の相互理解というのが今後必要になっていくんじゃないかなと思うわけなんですよね。で、今回の対談では、その一般社会側、産業界側、メタバース界側として、バーチャル美少女ネムさんにお越しいただいて、実際にメタバースの現状であるとか、あとは課題とかニーズとか、そういったものを発表していただきます。で、それを学術界側の皆さんは知りたいと思っているので、それを知って今後の研究に生かすことができるかもしれませんし、あと学術界側からの発表として、今野大地さんからですね、学術界での最新の研究成果っていうのが今後、まあ、どういった方向にメタバースの研究って進んでいくのかみたいなことを、一般社会のメタバース界の人に知らしめることによって、まあ、今後の予想がつきやすくなるみたいなことが言えるかなと思います。あとは共通のテーマでディスカッション、パネルディスカッションみたいなことをすることによって、まあ、発表とか討論とかを通して、まあ、産学連携みたいな促進を図りたいなみたいなことを思って、今回のイベントを実施したいと思っています。で、イベント自体は、ありがとうございます、よろしくお願いします。で、今回のイベント自体は、まあ、大体に約2時間ぐらいの討論イベントになっておりまして、まあ、日本神経科学学会の講演ということで、学会も注目している、なかなか面白そうな講演だなということで、注目していただいている、
すごい面白い機会の講演になっていますので、きっと、いろんな、もうメタバースにめちゃめちゃ詳しいネムさんと、あと脳科学にめちゃめちゃ詳しい今野さんが一緒の場にいるっていう機会はなかなかないと思うので、ぜひですね、これを機会に積極的に質問したりだとか、あとこういったこと知りたいよみたいなことをですね、コメントで教えていただけると、随時拾っていこうと思いますので、ぜひぜひ、積極的にコメントお願いいたします。で、まあ、今言ったみたいにクラスターと YouTube 上のコメントを拾いながら進行していこうと思っていますので、思っています。で、Twitter の方ではですね、脳で感じるメタバースというタグで、ツイートしていただくと、後で巡回していきますので、ぜひぜひ、ツイートの方お願いしますということで、よろしくお願いします。はい。で、タイムスケジュールとしましては、まあ、大体ですね、僕の方からこの後10分ぐらいですね、まあメタバースに関しての基礎知識であるとか、メタバースと脳科学どういうふうに関わりがあるのかなみたいなことをお話ししていこうかなと思っています。で、それが終わりましたら、ネムさんの方から約30分間ほど、メタバースとメタバースであるとか、あとはファントムセンス、VR 感覚について、お話をしていただこうかなと思っています。で、その後、今野さんの方から、未来のメタバース技術に通じる技術みたいなものを発表していただいて、で、まあ、適宜、それはコメント拾いながら話していこうかなと思っているので、ぜひぜひコメントの方をよろしくお願いします。で、まあ、これらの発表のセッションが終わりましたら、テーマに関して、特定のテーマに関してのパネルディスカッションということで、例えばファントムセンスのメカニズムって、これどうなっているんだろうであるとか、あとはフルダイブ技術ですね、ソードアートオンラインに出てくるフルダイブ技術っていうゲームの中に入り込む技術があるんですけれども、それを実現させるためにはどういった技術が必要なのかなということをですね、議論していければなと思っておりますということで、ここで、僕の説明は終わらせたいと思います。はい、はーい、という感じで、発表していったんですけれども、せっかくなので今野さんとネムさんにそれぞれお聞きしたいと思うんですけど、今回のイベントを、はい、じゃあまずはネムさんからお願いします。今回脳科学のスペシャリストの今野大地さんがいらっしゃいますけども、どういったことを聞きたいと思っていたりだとか、知りたいと思っているのかお聞かせいただけますか。あ、なるほど。なんかフルダイブとかブレインコンピューターインターフェースみたいなキーワードがなんか出たんですけど、実は私結構メタバースだけではなくてですね、実は昔こういう小説を出しまして、あらすじをちょっと軽く読むと、脳と機械をつなぐブレインコンピューターインターフェース、研究者の私は実験中に意識を失っている間に自分がバーチャル YouTuber としてアイドルデビューしたことに気づく。 YouTube に残されていたのは謎の仮想美少女ネムがお前は誰かと自問自答する奇妙な動画だった。ネムの目的は何なのか。人類はついに現実の肉体の首から解放され新人類へと進化するのか。進化を目前とした人類の葛藤と恐怖を鮮やかに描く黙示録ということで、昔ちょっとクラウこういう小説を出版したことがあるんですけど、なるほどなるほど、はい、やっぱりなんかこの見た目だけバーチャルキャラクターになったりだとか、VR で没入するっていうことの本質はやっぱり自分の自己認識とか感覚、まあ、その脳がどう感じてるかっていう、そこに、まあ、その感覚とか自己認識をハックすることができる技術だっていうところが、このメタバースとか VTuber の技術の一番面白いところだと私は思っていて、結構この本を書くときにですね、このだんだんこの脳科学者が主人公ですね、がだんだんこうバーチャル美少女ネムになっていってこう葛藤するシーンを描くために、当時の、脳科学というか、ブレインコンピュータインターフェース、フルダイブ技術の、なんか文献とか論文とか読みまくったんですよね。なので、研究者を除くと多分私は、日本で多分一番詳しいかもしれないぐらいなノリだと思うので、今日はちょっといろいろお聞き、なんかまた最新の事情を聞かせてしてもらうことすごい楽しみにしています。わかりました。よろしくお願いします。ちなみにこの小説書いたのって大体いつぐらいの話なんですか？ちょうど3年ぐらい前ですね。これも実は Amazon で売り上げランキング、売れ筋ランキング1位になったので出した時にそこそこ売れたんですけど、はい、これを読むとなんで私が誕生したのか全て
もうまるっとわかるので、はい、興味があったら買ってください。はい、ありがとうございます。ではではですね、あの今野さんの方はバーチャル美少女ネムさんに対してどんなこと知りたいなみたいなことってありますか？そうですね、まずそもそもさっきネムさんが3年くらい前までの、3年くらい前に本を書かれて、その時にすごい調べたっていうことをおっしゃってたんで、今日のお話でちょうどそこからこの3年でどれだけ進歩したのかってところを、なるほどなるほど、はい、皆さんにお話できるかなというふうに思ってます。で、なるほどなんかその僕の方からおそれは楽しみですね。はい、でなんか今の最先端の 脳神経科学の技術だと、どこまでできるかとか、この先進歩するとどんなことができるように、技術的にどんなことができるようになるという話は僕からできるんですけど、そのメタバースの原住民のここにいらっしゃるような、そのメタバース界では僕の大先輩の皆さんが実際なんかその何を求めてるのか、キラーコンテンツみたいなところをすごい聞きたいと思ってまして、なんかやっぱその技術 でこれができるだけだとやっぱり広まらないじゃないですか。これが欲しいありきだと思っているので、そのあたり今日の僕の話を踏まえて、なんかこういうものがあったら絶対僕は頭蓋骨を開けてでもやるよみたいなのを聞いてみたいなと思います。なるほどなるほどなるほど、おありがとうございます。楽しみですね。そうですね、私が調べた時はなんかこう、脳と機械をつなぐ技術ってこう上りと下りがあるじゃないですか、そういう雑に分けると、はいはい、要するに下り側、脳の情報をこう、引っ張り出す側の技術は、ちょこちょことこう進歩してる感じだったんですけど、逆側はなんかまだ全然なのかなっていう印象を調べていて受けました。はいはい、そういうのも私の小説ですごい反映されてるんですけど、 そのあたりなんか進歩あったらぜひお聞きしたいなと思います。なるほど、ぜひぜひお話、はい、そのあたりについて議論していければいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はということで、アクロバティック、これじゃあですね、これでは今からですね、この後僕の方から メタバースに関しての、初歩的なというか、本日の共通認識として、メタバースってこういうものだよとか、メタバースと脳科学ってこういう感じで関わってくるんじゃないかなみたいなことについて、また10分ほどですね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。コメントとかもぜひぜひしていただくとありがたいです。よろしくお願いします。ではちょっと待ってくださいね。よいしょ、見えてますかね。よし、ではでは、改めまして、自己紹介の方からちょっとさせていただきたいと思います。バーチャルサイエンティストの卵のルーと申します。よろしくお願いします。で、フルダイブの僕はフルダイブ技術というものを実現を目指しておりまして、これはゲームの世界の中に入り込む技術ですね。今ちょっとお話が出てきたような感じで、ゲームの世界に入り込む技術、フルダイブ技術を目指して、脳科学者になりたいなと思って、脳科学者の卵として今現役の博士課程の学生として、日々研究室で、脳科学について研究をしております。あとはですね、はい、現役の博士課程の学生です。あとはその先ほどちょびっと開演前にですね、ちょっと話に上がりかけたニューロナビゲーターという活動がありまして、実はですね、日本神経科学学会が今年の8月ぐらいに募集をしていたんですけれども、脳科学について、情報、一般の人に情報を発信して、分かりやすく情報を発信して、脳科学について、最新の脳科学についての理解を皆さんに、一般の人に分かりやすくさせるような取り組みをしましょうみたいな係というか役職みたいな、そういった役職のニューロナビゲーターという役職にの方にですね、応募したところを無事当選というか合格いたしまして、日本科学学会、日本神経科学学会公認で今活動をしております。
で、主な活動としましてはあの YouTube の方で活動をしておりまして、まあ、大体脳科学とかメタバースについて の情報をですね、解説動画っていうのを出しているという活動をしております。で例えばこちらに出ている脳科学の動画とかはですね、内閣府主導の日本新、内閣府主導の科学技術プロジェクトのムーンショットプロジェクトというところから依頼されたプロジェクトなんですけど、動画なんですけども、こちらが、2050年までに人が身体の時間空間の制約から解放された社会を目指すっていう、なんとも不思議というか挑戦的な研究をですね実施しているプロジェクトでして、そのプロジェクトから脳とインターネットを掛け合わせたような研究をしてみたようであるとか、あとテレパシーみたいな感じの研究をしてみたよみたいな研究成果を報告というか、皆さんに一般の人に分かりやすく紹介してほしいという依頼を受けて、そういった動画を作っていたりだとか、あとはメタバースについてですね、まあ、こういう脳科学とメタバース組み合わせるとこういうことができるようであるとか、あとはまあメタバース、脳波を測れる VR デバイスが完成したよとか、そういったことについて、お話をして、動画として、解説をしています。で、どうしてあのフルダイブ技術を実現させるために脳科学とかメタバースについて、発信活動をしているのかという話なんですけれども、このフルダイブ技術っていうものを考えてみたときに、そのインターフェースとして脳から情報を読み取って、先ほどネムさんの話にもありましたように脳から情報を読み取って、行動、それをアバターに行動を起こさせるっていうものであったりとか、あとは脳に情報を書き込んで、例えば視覚野の方にですね視覚情報をババッと刺激を与えて、あたかも仮想世界の出来事を今見ているかのように、今見ている現実かのように思い起こさせるような、そういった脳に情報を書き込む技術みたいに、このインターフェースとして脳科学の技術がすごい使われているなという感じていること、あとはそのメタバースに通じるものとして自分が理想とする姿で活動できるということがありまして、例えば獣耳を持っていたりだとか、ロボットみたいな姿であったりとか、鳥みたいに空を飛べたりだとか、あとはドラゴンみたいな形だったりとか、まあ、そういった形で自由な形でですね、自分の理想の姿で仮想世界を生きることができたりだとか、あとはまあ現実では実現できない、例えば魔法だとか、空を飛んだりとか重力をなくしたりだとか、そういったものってメタバースの技術を使うと、まあ、解決できるよねということで、まあ、脳科学を使ったインターフェースとメタバースみたいなソフトウェアみたいなものを考えることによって、まあ、フルダイブっていうのは、まあ、脳科学とメタバースで表されるんじゃないかなと個人的に考えているので、脳科学とメタバースについて情報発信をしていますっていうことです。はい、で、僕の話はここまでで、ではメタバースってそもそも何ぞやっていう話なんですけども、まあ、メタバースのそもそもの起源としては、メタという言葉とユニバースという言葉の造語ですね、組み合わせて作られたものメタバースになります。で、もともとはアメリカの SF 小説のスノークラッシュという作品の中に出てきた造語でして、まあ、この中ではこのメタバースというのは VR ゴーグルで体験する、まあ、3D 仮想世界で、ゴーグルからの視聴覚とか、そういったものを仮想世界にあたかも自分が存在するかのように感じる、そんな体験を得ることができるものとしてメタバースが描かれています。で、まあ、多くの人に影響を与えていて、例えば VR デバイスを作っているオキュラスの創業者であるとか、そういった人に影響を与えている作品になっています。はい、で、昔の本が出てきた。はい、はい、こちらメタバース進化論、バーチャル美少女ネムさんの方から出版されていますバーチャル、メタバース進化論なんですけれども、まあ、メタバースって、いろんな定義が世の中に今溢れているんですけども、まあ、その中の定義として、ネムさんが定義しているこちらの7つの定義について、簡単に説明させていただきます。で、まあ、7つの定義といいますと、空間性、自己同一性、大規模同時接続性、創造性、経済性、アクセス性、没入性の7つなんですけれども、まあ、1つずつ簡単に見ていくと、
空間性というのは、こういったクラスターの空間上みたいに 3D 空間が存在するということで、自己同一性というのはその空間上に自分のアバターがこうやって存在するということで、大規模同時接続性というのは、接続人数が1人とか2人とかそういったものじゃなくて、まあ、このメタバースというのはコミュニケーションありきみたいなところもあるので、多くの人が同時にコミュニケーションを取れる、リアルタイムにコミュニケーションを取れる環境が整っている、まあ、今まさにそういう状態ですよね。まさにそうですよね。もう今大規模同時接続性が高いメタバースに、まさに素晴らしい。ありがとうございます。はい。あとは創造性というものは、クラスターから、このクラスターで考えると、クラスターから与えられたデフォルトの体アバターではなくて、自分たちが作った自由なアバターによって、いろいろこのクラスター上で、活動ができるという、そういったものが創造性になっています。で、経済性としては、まあ、先ほどの創造性の方で作ったアバターとかワールドとか、そういったものを、まあ、経済活動として、価値交換できたりだとか、そういったことができるよというものが経済性で、アクセス性としては、本日、まあ、先ほどちょっと話にもありましたけども、スマホで、通信している人、本日このクラスターに、スマホで、通信している人、あとはVR ゴーグルで、通信している人と、PC のデスクトップで、通信している人と、皆さんいろいろいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういった感じでですね、この空間にアクセスする方法が用意されているということですね。あと、没入性というのは、ヘッドマウントディスプレイみたいなものをつけることによって、その空間に没入できることということで、報告されています。まあ、こちらは諸説あるメタバースの定義の中からネムさんの定義という形になるので、まあ、場合によって人によって定義というのはまだ定まっていないというような状況になっています。で、このあたりは後でネムさんの方からよく詳しく説明されるかもしれないんですけれども、今そのメタバースサービス、そのメタバースというものを完璧に実現しているサービスっていうのは存在しないんじゃないかなみたいに言われていて、で、その中でもメタバースに近いものとして、ソーシャル VR という分野が あるみたいです。で、例えば VR チャットであるとか、ネオス VR であるとか、あとはクラスター、このクラスターですね、であるとか、あとはベタが作っているホライゾンワールズとか、そういったものが、まあ、そのメタバース、ソーシャル VR として、まあ、分類されるみたいです。で、まあ、その詳しい違いみたいなものについては、後ほど、ネムさんの方から説明がちょっぴりあるかなと思います。あるかもしれない。で、あるかもしれない。ないかもしれない。はい、詳しく知りたい人はこちらのですね、はい、メタバース進化論の方を買ってお読みいただけると多いように書いておりますので、はい、よろしくお願いします。で、このメタバースを実現するデバイスとして、ヘッドマウントディスプレイと、あとモーショントラッカーというものがあると思うんですけども、まあ、主にはヘッドマウントディスプレイですね、としては、このヘッドマウントディスプレイと、あと手に持つゴーグルタイプ、あとはその動きをトラッキングするために体にモーショントラッキングをつけるという方法があると思うんですけど、まだなかなかですね、細かい指先の動きの表現とか、あとはダイナミックな動きとかを終えたりはしないのかなという状況にありまして、まだまだちょっと発展途上にある技術なのかなと個人的に思っております。私は今5点トラッキング、5点トラッキング、なるほど。あ、6点か、5点って、お腹もつけてるから6点か。6点というと、どことどことどことどこになるんですか？両足、まあ、頭と両手が普通の3点トラッキングですね。で、それに加えて、今私はお腹と両足につけているので、こうやって足も動かせるのと、まあ、ちょっとクラスターは対応してないので使えないんですけど、本当は目と顔の動きとかも私のゴーグルだと対応しているので使えるのと、なるほどなるほど、カメラさんちょっと寄ってもらって、指とか、おお、すごい、一本一本自由に動かせます。まあ、なので、なるほど、すごい、まあ、全身としては6点だけど、まあ、細かいとこまで入れると、まあ、100点以上取ってるんですけど、まあ、割とこういうのも一般の人もできるようになってきてるっていう感じですね。なるほど、結構自由度高いというか、すごく詳細なところまで見れるようになってきているということですね。そうですね、すごいですね。やっぱりこう、はい、アバターが自分の体と連動すると、この自分、このアバターが自分の体だなっていう感覚が全然変わってくるので、うん、そうですよね、
僕なんかもう肉体を捨てちゃったんであんまりないですね。このアバターそれはちょっと例外かもしれない。肉の方のボディを捨ててもこういうこう象形としての人体は結構人間の表現として大事なのかなと思ってる派なので、うん、まあそうですね、はい、割まあそういう人もいますね。で割と今の VR とかに住んでる人はこのフルトラとか、まあ、この全身動かすのフルトラって言うんですけど、フルトラやってる人半分ぐらいいるんですよね。だから実はこう普通の人も当たり前のようにやってるんですよね。ちょっと前までだったらなんかこうなんか全身にトラッキングつけてとかすごい設備が必要で、まあ、表現にしか使えなかったんですけど、もう一般人が毎日なんとなく VR 入るために毎日フルトラするみたいなのがもうできるみたいな感じです、ね、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、そんな感じでですね、メタバースというものを操作するインターフェースというのはあんな感じのものをですね、今挙げたモーショントラッカーとヘッドマウントディスプレイとコントローラーみたいな形であると思うんですが、僕個人としてはやっぱり個人的にはまだ、まあ、完全ではないのかなと個人的には思っています。で、まあ、先ほどちょっと複雑なことはできないという話もしたんですけども、例えばメタのプロモーションビデオの中にバスケットボールをするというシーンがあったんですけど、まだそこまでダイナミックな動きであるとか、あと指先のギリギリの動きであるとか、あとは別の問題として、この VR 空間上、広い VR 空間上で活動しようとするときに、完全に自分の体とアバターの体が同じ動きをするとすると、現実世界、物理世界の方にも同じだけの空間の広さが必要になってしまうというような問題があるのかなというふうに個人的に思っていて、まあ、そういったことを脳科学的に解決できないかなとか、あとはまあ先ほど出てきましたように、まあ、感覚ですね、感覚の書き込みみたいなことをすることによって、例えば触覚みたいなものを、まあ、再現することによって、よりリアルな VR 感覚っていうのを、VR の感覚っていうのを手に入れることができるんじゃないかなと思いまして、そういったものを、まあ、脳科学的に解決できるんじゃないかなというふうに考えている人がある程度いて、脳から情報を読み取る技術によって、まあ、このバスケット、自分の体は動かさないままに、バスケットボール、アバターをバスケットボールの操作をできるみたいなことをしていたりだとか、あとは脳の感覚情報を書き込むことによって、まあ、触覚を得るみたいなことができるようになるんじゃないかなみたいなことを考えている人が多くいると、一定数いると思うので、その脳科学とメタバースの組み合わせっていうのが今注目されているのかなと個人的に思っています。で、脳波を測れる VR みたいなのも、VR デバイスみたいなのも、着々と出てき始めていて、まあ、もう徐々に徐々にですね、この脳科学とメタバースの垣根っていうのが小さくなってきているのかなと個人的に思っている次第です。ということで、まあ、こういった感じで、メタバースと脳科学関係ありそうなので、ここからはですね、ネムスさんと今野さんの方からお話しいただいて、それぞれ、はい、お話しいただいて、まあ、メタバースについて詳しく、そして脳科学について詳しく学んでいこうという会になっています。ではネムさんの方からよろしくお願いします。はーい、はーい、改めましてバーチャル美少女ネムです。ちょっとまずじゃあせっかく会場に集まってくれた皆さんにお聞きしようかなと思うんですけど、多分今日はスマホで入ってる人、デスクトップで入ってる人、そして VR で入ってる人って3パターンいると思うんですけど、ちょっとじゃあ順番にちょっとリアクションで反応してもらいたいんですけど、じゃあまずはスマホで今日は入ってますよっていう人反応してください。スマホの人、あ、スマホ結構多いですね。ありがとう。やっぱクラスターはスマホで入れるのが結構特性として便利ですからね。じゃあ次に今日はデスクトップ、パソコンのデスクトップから入ってますよーって人は反応お願いします。スマホよりちょっと多いですね。やっぱパソコンで入ってるっていう人が結構いるのかな。はい、じゃあ最後に VR で入ってますっていう人お願いします。まあ、ポツポツいるっていう感じですね。はい、ありがとうございます。
じゃあ、まあ、多分クラスターのイベントだと普段 VR で入ってる人も自分が話すわけじゃないから今日はデスクトップでいいやみたいな感じでやってる人も多いと思うので、じゃあソーシャル VR に、そうだな、週に3回以上 VR で入りますっていう人は反応してください。おお、めっちゃ多い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 ですね。おお、週に3日以上、じゃあほぼ毎日ソーシャル VR に VR で入って生活していますっていう人は反応してください。わあ、めっちゃ多いなすごい。はい、というわけで今日はちょっとこう原住民多め、原住民多めの割合だということが分かったので、はい、やっていきたいと思いますけど、はい、今野さんどうですか、このね、VR に毎日入ってる人がこんなにいっぱいいるっていうこの現実、結構未来、この時点ですごい未来感がありますよね。そうですね、予想よりずっと多くて、もう先輩ですみんな。はい、でちょっと私の方から簡単にメタバースの紹介というかをしていこうかなと思いますけど、ちょっと私の自身の紹介をさっきしたのでちょっと飛ばして、そうですね、まあ、さっきの話でもメタバースってそもそもなんだっけっていうので、まあいろんな定義の仕方あるよねっていろいろルーさんの方からも説明していただきましたけど、まあ、ちょっと堅苦しいことは抜きにして、なんで私が7つの要件をメタバースの要件として、まあ、選んだかっていうと、まあものすごい端的に言うと、私はメタバースっていうのはここで人生が送れる仮想空間、それがメタバースだと考えているからです。まあ今までもゲームとかシミュレーションとかで、まあ仮想空間って別に山ほどね、3、40年前からずっとあったと思うんですけど、なんであえて今メタバースという名前でその仮想空間が注目されているかっていうと、やっぱり今このメタバースって、まあ、メタバースに限らずインターネットっていうのはもともとやっぱり現実世界で、まあ、私たちは今までこう人生を送っていて、まあ、それをより便利にするためにインターネットとかスマホとかいろいろ発明をしてきたと思うんですけど、そうじゃない、もうこれからは現実はもうむしろ、まあ、おまけって言ったらちょっと分かんないかもしれないですけど、まあ、現実は現実であるのかもしれないけど、メタバースの中に人生の主軸を置いて、もうそこで生きていくことができる、ものを作って、ものを売って、感じて、生きていくことができる新しい仮想世界がある、それがメタバースなんじゃないのっていうので、まあ、今、このメタバースの中に住んでいるメタバース原住民たちがぼつぼつ発生してきている、まだこんなに使いづらいメタバースなのに、もう住んでる人たちがいるというニュアンスで、まあ、私、メタバース原住民っていうふうに、まあ、呼んでいるんですけど、まあ、そこに、まあ、そこで生きていくのに必要な要素、まあ、まだ完璧に実現されているわけではないですけど、物を作って売って感じて生きていくことができるっていう、そういう世界がもう始まっているのかなっていうのが、まあ、私の、まあ、本を書いたりとか活動をしている、まあ、一番の動機のポイントです。あ、お星様ありがとう、やったー。はい、まあ、よってもってちょっとこう、まあ結構 SNS もメタバースなんじゃないかとか、オンラインゲームもメタバースなんじゃないかみたいな、そういうのを言われることもありますけど、まあ、そういう観点からすると私はちょっと違うんじゃないのっていう立場ですけど、まあ、これは結局定義の問題なので、まあ、その人がメタバースっていう言葉を使ってどういうことを主張したいのかっていうところなのかなと思っています。はい、で、まあ、いろんなメタバース、まあ、この7つの要件、メタバースを実現するのために必要な7つの要件を満たしているサービス、まあ、いくつかすでに存在していると思っているんですけど、まあ、今割とメジャーなものがここに挙げたようなものですね。やっぱり人口として一番大きいソーシャル VR である VR チャット、はい、VR チャットやってますっていう人反応してください。おお、まあまあ半分ぐらいだね。うんうん、はい、結構多いですね、 VR チャット。はい、VR チャットはやっぱり、まあ、いくつ数あるサービスの中でも、まあ、割とこうコミュニケーションに特化したサービスになっています。まあ、だから結構人が多いっていうのと、まあ、アバターによる表現力が高いので、まあ、結構アバターを使っていろんな、まあ、表現をしたりコミュニケーションをしたりっていうのにすごい特化したサービスになっています。なんと、まあ、全部説明すると時間がないので、今日皆さんがいるクラスター、まあ、ここはやっぱり圧倒的に収容力が高いっていうところがすごいところで、 VR チャットとかだと一つのワールドに 3、40 人しか集められないんですけど、ここは最大同時接続で500人ぐらい集めることが
できます。だからめちゃくちゃすごいですよね、まあ、だから結構表現力には限界があって、なんかあのアバターのポリゴン制限とか、まあ、あったんですけど、なんかこの間クラスター大規模アップデートされて、このそれまでの大規模同時接続性収容力はそのままに、アバターのポリゴン制限がなくなっちゃったんですよね。だからこう表現力も高くて収容力も高いってい う, もう化け物みたいなプラットフォームになりつつありますね。はい、まあ、あと、まあ、クラスターのすごいところは他のソーシャル VR と違って、あのスマホの人とかも気軽にアクセスできるので、まあ、あのエントリーユーザーがどんどん入ってきやすいというところが一つポイントなのかなと思っています。はい、で今日あの私と同じこの衣装を、この私あの新曲のプロモーションに作ったメタバース原住民をあのイメージしたメタバース原住民的な衣装なんですけど、この衣装を着てくれている人があの会場に何人かいらっしゃいます。ありがとう。はい、でこれはなんでこういうことができるかというと、私が VRM っていうあの、まあ、V ロイドですね、 V ロイドっていうフォーマットで配っていて、まあ、それを使うとなんかみんな自分のアバターに組み込んだりだとかして、クロスプラットフォームで自由に使うっていうことが簡単にできるような仕組みがすでに実現されています。はい、というわけで、まあ、そういう、まあ、メタバースに住んでいる人々一体どんな生活しているのというところで、私がじあの去年やった大規模調査、ソーシャル VR 国勢調査2021なんですけど、なんと全世界から1200名もの回答が集まってめちゃくちゃ盛り上がりました。ありがとう。はい、というわけでちょっとじゃ あの VR 原住民がどんな生活をしてるんだっけっていうところをまず見ていきたいと思うんですけど、まあ、あの、まあ、よく利用するソーシャル VR っていうところで、まあ、結構国による違いがあるんですけど、日本がブルーですね。日本だと、まあ、一番下の VR チャットもやっぱり圧倒的に、まあ、あの使われている、 99% ものユーザーが VR チャット使っているっていう恐るべき結論でした。あ、ちなみにこれはあのユーザーの回答母数はあの過去半年間に5回以上VR ゴーグルをかぶってソーシャル VR を体験したっていうのがあのこれ回答条件になっているので、あのスマホでしかやってない人とかはこの回答には入ってないです。まあ、VR でソーシャル VR を使ってる人の中ではやっぱり VR チャットが、まあ、世界的に見ても一番圧倒的人気っていうことがこれから見てもわかると思います。まあ、ただ日本だとバーチャルキャストとクラスターもそこそこ人気で、バーチャルキャスト 20% ぐらい、クラスターは 23% ぐらいっていう感じで、まあ、どういうユーザーがそういったサービスを使ってるのかっていうのをちょっと後で見ていきたいと思うんですけど、そこに行く前に、あった、目的だ。はい、でそのどういう目的でソーシャル VR を使ってますかっていうのがあって、これを見るとどういうふうに使い分けされてるのかっていうのがすごい端的にわかるんですけど、まあ、ものすごい簡単に言うと VR チャットは友達の交流とかワールドの探索、まあ、要するに旅行ですね。まあ、あとはゲームをみんなで遊ぶとか、まあ、割とこうカジュアルめの目的で使われている。一方であのクラスターはやっぱりイベント参加っていうのが多いですね。あの VTuber とか、まあ、今日みたいな学術系のイベントだったりだとか、まあ、そういうのにすごい使われている。やっぱり気軽に参加できるっていうところが、まあ、そのクラスターのいいところなので、まあ、イベント用途で使っているユーザーが多い。まあ、一方で、まあ、あとバーチャルキャストとかは動画配信 VTuber がやったりとかそういうのに使ってるっていう感じですね。はい、年代は今日はいいのですっ飛ばして、まあ、性別もいいのですっ飛ばして、はい、総プレイ時間、まあ、このあたり行ってみようかな。はい、まずプレイの頻度がどれくらいですかっていうのがあるんですけど、この茶色い部分がなんとオールモストエブリーデイ、ほぼ毎日 VR 入ってますっていうのはこの茶色の部分なんですけど、ちょっとこれえげつないことになってると思うんですけど、なんと割とこのどの国でもどのサービスでも割とこう日常的に VR 使ってる人って頻度めちゃくちゃ高いなっていうのが分かりました。例えば VR チャットだと 50% 以上の人がほぼ毎日やってて、もうネオスとかに至っては 70% ぐらいで、クラスターとかはやっぱちょっと低いんですよね。まあ、なんでかっていうとやっぱりクラスターはこうイベントがある時だけ来るみたいな人が割と多いので、まあ、そんなに毎日使うことじゃないよみたいな感じです。はい、ルーさん、なんかコノさんどうですか、このデータは結構低ぐらいやばいと思うんですけど。いや、思ってたよりずっと原住民多いですね、世界は。そうなんですよね。うん、そうですね。これ元々の母数っていうのが確か1年間に5回でしたっけ、
半年に5回、半年に5回以上を使った人ですね。うん、はい、直近半年以内に5回以上 VR を使った人っていうのが回答条件です。そうですね。でもなんかそのアンケートに答える人はもうほとんどもう毎日のように使っている人が大半だっていうことですよね。そうですね。なんか月1とかが多いのかなと思ったら、うん、そういうわけでもなくって、まあぶっちゃけると今の、ソーシャル VR って一般人がそんなに楽しめるようなものでもないので、結構ぶっちゃけ二極化が進んでると思うんですよね。まあ、だからやる人はめっちゃ毎日来るし、まあ、そうじゃない人はあんまりいつかなくて VR 使わなくなっちゃったみたいな、そういうのぶっちゃけあると思います。なるほどなるほど。まあ、いずれにせよ結構残ってる人は結構毎日やってるような超ウルトラヘビーユーザーが多いなっていう感じでじゃあ1回あたりどれぐらいやってるのっていうのがこれなんですけど、このチェックを私が入れたところが3時間以上っていうのがあれなんですけど、まあ、VR チャットとかだとやっぱり半分ぐらい1日3時間以上やってる毎日3時間以上 VR に入ってるのに、ちょっとあなたたちちょっと現実はどうしたって感じなんですけどまあなんかそういう感じになっているんですけど、これ見ると実は日本なんてまだぬるい方で、外国やばいですよ。もうアメリカとか、ね、もうアメリカとかもう 70% ぐらいが3時間以上やってて6時間毎日6時間以上やる人が 30% 以上いるんですよ、うん、ちょっと大丈夫かみたいな感じなんですけど、まあ、ヨーロッパはそこまでではないですけど、まあ、結構アメリカ人とかはね、もう本当に毎日やってるような激ヤバな人とか結構いますからね、うん、まさしくなんというか、はい、まあ、もう一つの現実みたいな感じですよね、このVR 空間。そうですね。もうなんかちょっと遊びに来るとかじゃなくて、うん、もうなんか、もうたまに現実にもちょっと一応ログインするかみたいな、逆にそういうノリになってる人ですね。なるほどなるほど。ちょっとこう、バーチャルではまだできないこともあるので、ちょっと現実にログインして、ちょっと現実の仕事済ませてくるわみたいな、もはやそういうノリですよね。はい。まあ、みたいな感じで結構、なかなかディープにウルトラハードに使ってるんですけど、まあ、私とかはやっぱり普通にお話ししたりやとか、まあ、みんなでこう、まあ、テレビ見たりやとか動画見たりやとか普通に遊んだりとかするのに使ってる場合がやっぱ一番多いんですけど、まあ、たまに今日みたいに動画の配信をしたりやとか、動画を作るのにみんなで使ったりやとか、みんなでものづくりしたりだとか、本当にまあありとあらゆることをこのメタバースでやっていて、まあ衣食住、まあまあ、服はまあアバターがあって、住はまあこのワールドで、食っていう意味で言うとなんかご飯食べたりだとか、まあ最近 VR 飲み会みたいな感じで言いますけど、みんなでこうご飯食べるみたいな、そういうのもあったりとかしますし、もうまあいわゆる三大欲求、まあ食欲睡眠全部メタバースの中でもう満たしているようなユーザーも結構いるような感じですね。 VR 睡眠って言って もう寝てる間も VR もやりっぱなしにしてる人とかもいます。そういう人も本当にもう朝仕事に行って、そう仕事が終わって家に帰ってくるまではもうずっと VR の中にいますみたいな、そういう人もまあぶっちゃけ結構いるんですよね。そういう人がちょっとさっきのやつを結構跳ね上げてるんじゃないかなっていう、1日あたりのプレイ時間押し上げてるんじゃないかなっていう気もしますね。はい、じゃあ聞いてみようかな。VR 睡眠やったことあるっていうユーザーは反応をお願いします。いるんですね。6、7人いますね。すごいな。まあまあ、まあまあまあ、8、9、10人ぐらいいるかな。おー、というわけで、なんか、で、VR 睡眠とか、なんか、結構テレビとかで話すと、いやいや、そんな、なんか、本当に一部の人だけでしょってみんな言うんですけど、意外とそうでもなくて、割とみんな、当たり前にやってる。やっぱりこう、一人暮らしの人とか、寂しいじゃないですか。なんかもう、夜とかね、ちょっと可愛い寝顔を見たりとか、の、みんなの寝息が聞こえたりだとか、みんな朝起きてみんなでおはようとか、なんか、そういうこう、ちょっとしたことだったりするんですよね。そういうこう、コミュニケーション。まあ、だからこそやっぱり、人生が送れる仮想空間っていうのが、メタバースなのかなっていうのが私の考えだったりとか、しますね。はい。じゃあちょっとなんかいろいろ話しすぎたので巻きでいきますけど、じゃあここからは、そのメタバースで過ごしている、まあ、人たちが、まあ、どういうアイデンティティ、ちょっと今回は脳科学がテーマということで、自己認識とファントムセンス、この二つをちょっとテーマにして話していきたいと思うんですけど、まずは自己認識の方ですね。これは私がメタバースの一番革命的なところだと思っていて、
先ほどメタバースは人生を送ることができる仮想空間、それがメタバースなんじゃないかって言って言ったんですけど、まあ、その仮想空間であるメタバース、現実で人生を送るのとはもう全然違う要素がいっぱいあります。例えば瞬間移動していつでも好きな人に会えるとか、逆に自分好きな人をここに召喚して、まあ、会いたい人に会えたりだとか、まあ、何でもできちゃう魔法のような世界なんですけど、まあ、あの現実ではやっぱり絶対にできなかったことの一つがこのアイデンティティだと思っています。基本的にあの名前とアバターと声、この3つでしか他人を認識することってできないと思っているんですけど、現実と一番違うのはこの名前もアバターも声も全部現実とは違うものでできてしまう。今私があの、まあ、バーチャル美少女ネムっていう現実とは違う名前を名乗って活動していて、まあ、アバターもこの美少女アバターを使っていて、声もボイスチェンジャーで変えているんですけど、まあ、こういうふうにもう現実は完全に違う人となって活動することができちゃうっていうことなんですけど、まあ、まず見ていくと、まあ、名前で言うとこれはあの、まあ、VR の中で、まあ、実名を名乗ってますか、それともまあ、バーチャルの名前を名乗っていますかってやつなんですけど、割と日本にだけではなく海外とかでもあの、まあ、現実とは違う名前を名乗って別の存在として活動しているっていう人が、まあ、圧倒的に多い。海外でも8割以上っていう感じ。はい。まあ、あと結構アバターはじゃあどうなのっていうところなんですけど、まあ、これはあの中の人の性別に関わらず、まあ、男性も女性も女性型アバターを、まあ、8割ぐらい使っているよっていうデータなんですけど、まあ、ちょっとこれはちょっと理由を説明すると長くなるので今日は説明しないですけど、まあ、やっぱりあの、まあ、コミュニケーションが特化された、コミュニケーションに特化した世界であの自由に性別を選べるっていう風になった時に、まあ、割と女性型アバターを選ぶ人が、もう割とじゃないですね、圧倒的に圧倒的に多いよねっていうデータなんですけど、はい。まあ、なんで逆のじゃ性別のアバター使うのかっていうので聞くと、やっぱり見た目が好みで表現力があってファッション楽しみたいみたいな理由だったりだとか、あと自分がより表現しやすくてコミュニケーションしやすいとか、まあ、もちろん中にはあの心身の性別の不一致、まあ、トランスジェンダーの方とかで、まあ、違うアバター使ってるんですよっていう人も中にはいますけど、まあ、全体的には割ともうこうカジュアルな表現とかコミュニケーションみたいな理由で、まあ、そういうアバターの使い方をしているっていう人が多い。あと現実と違ってアバターってこう性別だけじゃなくてもいろんな動物とかになれたりとかできるので、じゃあどんなアバター使ってるのっていうのを聞いたのがこのデータなんですけど、これ結構衝撃だなと思っていて、実はあの現実世界ではあの私たちの現実世界では、まあ、人間型が、まあ、圧倒的に人気で 100% のシェアを誇っているわけなんですけど、なんとメタバースの世界では人間タイプは一番じゃなかったです。残念。はい。すごい。まあ、あの、アニンゲンっていうのは、まあ、ベースは人間なんだけど、猫耳が生えてたりだとか、尻尾が生えてたりだとかする、まあ、ちょっとこう、ファンタジー要素がある人間タイプ。まあ、ちょっとこう、そういうこう、感じの、このことをアニンゲンっていうふうに呼んでるんですけど、はい、じゃあ、今野先生、これは何でだと思いますか？いやどうですかね。やっぱりなんかその、現実とはちょっと離れたいけど、なんか離れすぎるのは、うんうん、なんですかね、なんか心の制約があるんですかね、どうなんですかね。まあ、これはちょっとなんでなのかっていうのは私もデータを取ってないのでわからないんですけど、今今野先生脳みそアバターになっていてちょっと人間外じゃないですか、はい、そういう人はこの統計で言うとスロットになるんですよね。はい、あのこのデータって2つの観点で見ることができて、一つにはやっぱりみんな人間、広い意味でのヒューマノイドが好きなんですよね。手足があって、うんうんうん、頭があって顔があるっていう、そういうヒューマノイドタイプのアバターが、まあ、ほぼ90何パーセントなので、 94% ですね、まあ、なので広い意味ではやっぱり人間型がいいっていうふうにみんな思っている。まあ、なんでかというと、まあ、私これは完全に私の仮説ですけど、やっぱりコミュニケーションがしやすいからかなと思っています。やっぱりこの世界のメリットっていうのは現実と同じようなコミュニケーションができるっていうのはメリットなので、まあ、表情とか顔だとかっていうのを使ってコミュニケーションがしやすい。まあ、でもこれは今メタバースの世界が始まったばかりじゃないかっていうふうに言う人もいます。今後こう流行ってくると動物とか増えるんじゃないのとかっていう人もいますね。実際にこう四つ足で犬になって生活してる人とかも普通にいるので、まあ、じゃあでもう一つの観点としては、
じゃあなんでアニンゲンなのかっていうと、やっぱりみんなこう人間を超えた個性を出したいのかなっていうのが私の仮説ですね、うんうん、やっぱりこうアニメとかだとこうやっぱりこう猫耳美少女とかいろいろいると思うんですけど、やっぱりそういうファンタジー要素を使ってキャラ立ちをする、現実ではできない自分の個性をもっと強く出したいっていう、こうまあ要するにこうなんか二律背反、なんかこう人間としてコミュニケーションしたいんだけど、でもこう自己表現っていう意味だと人間にとらわれたくないみたいな、そういうこう二律背反がこのデータになんとなく現れているのかなっていうのが私の仮説だったりとかしますね。なるほど。はい、じゃあ次に、まあ、あとあそこさっきちょこっと言いましたけど、フルトラ使ってる人半分以上だ、なんかやばい、これもやばいですよね。ちょっとこうやって足とか動かしたりだとかして、やっぱりこう VR ハマってくるとね、全身動かさないとなんかこう物足りなくなってきちゃうっていうのがあって、なんかこう私もまさかこんなめんどくさいの毎日やるとは当初は夢にも思ってないんですけど、今ではこう、ま、基本的に毎日この状態であの VR やるのが当たり前になってしまいましたね。え、じゃあねむさん今立ちながら喋ってるってことですよね。そうですよ、そうです、そうです。すごい。あのここに椅子があって、こう、あ、なるほど、こうやって座ってで喋るときは立つみたいな感じですね。すごい。はい、というわけで名前とアバターはやっぱり現実とは違う姿になっている人がすごい多かったんですけど、じゃあ声どうなのっていうと、声は実はそんなに多くないんですよね。これなんでかというと、まあ声を変えるのめちゃくちゃ難しいからじゃないかなと思っています、うんうん、まあ、今私がやってるようにボイスチェンジャー使ってる人とか、あと両生類って言ってこう、まあ、あのボイストレーニングによってこう男性が女性の声出したりとか、女性が男性の声出したりっていうのを両生類とかって言うんですけど、まあ、そういう人も、まあ、割とこう一定数いてメタバース内では一大勢力になってるんですけど、まあ、ただ難しいんですよね。やっぱ自然な声を出してうまく喋るのってめちゃくちゃ難しくて、結構こうすごい高価な機材が必要だったりだとか、調整が難しかったりとか、もう両性の人とかも何十年も修行したような人とかいますからね、うん、そういうレベルの人はなんかもう女性声優さんと変わらないようなめちゃくちゃ可愛い声で喋るんですけど、まあそういうのもあるんですけど、あのいろいろ調査をしている中で私的に一番面白かったデータがこれなんですよね。なんで声を変えるのかっていうのを聞いてみたんですけど、すごい面白かったのがこの辺り、この辺りなんですけど、あのここですね、この 39% の人、中の人女性なんですよね。中の人女性なんですけど、男声を女声に変えるためにこうそのボイスチェンジャーなり音声技術なりを使っていますっていう風に回答してる人がこんなにいっぱいいたんですよね。まあ、これはちょっと私の仮説ですけど、まああの、まあ、可愛い声で喋りたいっていうのは男女変わらない結構モチベーションなのかなっていうふうに思っていて、うん、結構、まあ、女性の方もなんか音声をこう現実とはちょっと違う声を出して活動してる人というのが多くて、まあ、これを なんで、あなた女性なのになんで男声を女声に変換するって選んだのって話なんですけど、まあ、多分ですけど、まあ、現実世界での自分の声がちょっと男っぽいとかそういうこうあののがあって、うんうん、そういう理由でこうメタバースの世界で可愛らしい声を、まあ、現実とは違う声で喋っているっていうのなのかなと思っていて、これ結構意外なデータで結構面白いなというふうに思いました。なるほど、はい、本人バレ回避みたいなそういう意図とかはあったりするんですかね。なんか声で誰か分かった、もちろんそれもありますよ。私とかもこう、うんうん、現実の知り合いにバレたくないので初めは声を変えていたようなところがあって、うんうん、まあ、でもなんかやっぱりやっていくうちにみんなより可愛い声を求めてこういろいろ頑張るような感じになっていきがちだったりとかしますね。はい、まあ、でなんか私はこういうふうになんかあのメタバース時代においていろんな人たちがこういろんなアイデンティティを切り替えて生活をしていくっていうことが当たり前になるんじゃないかなっていうのを、まあ、平野啓一郎先生の文人主義っていう概念を引いて解説してるんですけど、まあ、これはこう、まあ、今までの個人主義っていうのは、まあ、一人の人間は一つの魂っていうのが当たり前の時代が、まあ、これまでの時代だったんですけど、まあ、これからの時代はちょっとこう、まあ、文人っていうふうのなんか自分の心の中にあるいろんな側面のことを文人っていうふうに呼んでるんですけど、まあ、そういうこう自分の中にあるもう今までは出てこなかったそういう文人っていうのをこれから自由に見つけ出して、まあ、自由に活躍させるっていうことによって、なんかこれからはよりなんかあらゆる人間がよりクリエイティブに活動できるっていう時代がやってくると
思っていて、そういうのをなんかこういうふうに自己のイデアの発見みたいな感じで説明したりだとかっていうふうにしていますね。まあ、なので私はこのメタバースっていうのはなんか Web2.0 とか DX みたいな IT の新しいトレンドっていうふうには全く考えてないです。私はどっちかというと進化人類史的な観点でメタバースを捉えていて、まあ、やっぱり人類って、まあ、社会性がある生き物じゃないですか。で、まあ、それが動物と違うところで、まあ、ただ、まあ、これまでの400万年間人類がこの地球上に生を受けてから、やっぱりこの社会におけるロールっていうのは、社会に与えられたロール、それを演じるっていうのは今までの社会だったんですけど、これからはもう自分のロールがどういうものなのか、自分がどういう存在なのか、どう見られたいのか、どういうふうに表現したいのかっていうのも、まあ、全部自分が選んで自由に活動できるようになる、まあ、それがメタバースのこう人類に対するインパクトだと思っていて、まあ、結構そういう意味で言うとこう今まで400万年間起こらなかったものすごいことが、まあ、これから起こりつつあるのかなっていうのがあって、まあ、そういうのもあって私はメタバースに結構注目をしているっていうような感じになります。はい、ちょっとこう最後ちょっとだいぶ話しすぎたので最後ファントムセンスの話をちょっと軽く巻き気味で話そうと思いますけど、ちょっと待ってくださいね、この資料90ページぐらいあるのでちょっと待ってくださいね。あった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 、まだもうちょい先です、もうちょい先でした。あったあったあった、はい、ここからはちょっとじゃあ自己がどう変化するかっていう話を今話したんですけど、じゃあこれから表現とか感覚、感じ方、感覚がどう変化するのかっていう話をしたいと思うんですけど、割とこのファントムセンス、まあ、VR ゴーグルで感じる感覚っていうのは視聴覚だけなのが本来なんですけど、結構それ以外の感覚は当たり前のように VR のユーザー感じていて、結構これは VR、ソーシャルメディアで始まった当初から非常に話題になっていたものなんですけど、多分このファントムセンスをどれぐらい人が感じているかっていうデータを、まあ、こういう大規模のデータで集計したのは、これが世界初のデータなんじゃないかなと個人的には思っているんですけど、まあ、下から行くと、まあ、落下感みたいなのって、とか、あともう一つ上の、まあ、人の吐息、こういうのってこう、割とゲームとか ASMR とかでも感じるものなので、まあ、そんなの当たり前だよねっていう感じかもしれないんですけど、まあ、特に注目してもらいたいのは下から三つ目の触覚。まあ、これが大体 45% ぐらいの人がアバターで体を触れられた時に触覚を感じているような感じがしたっていうような感じで答えていて、これは結構めちゃくちゃ多いんじゃないかなっていうふうに思っています。じゃあちょっと会場に集まってくれている方の中でちょっと感覚の強さとかはちょっとまあ置いておいて、まあ、ちょっとでもいいのでちょっとソーシャル VR を体験中に、まあ、アバターの体が触られていて、なんか実際に触れているような感覚を感じたことがあるっていう人は反応してください。あ、めちゃくちゃ多いな。うわー、すごく多いですね、はい、なんかこれってなんかもうなんかこうガンダムでいうとニュータイプみたいなそういうレベルのものかと私は初め思っていたんですけど、意外とそうでもなくて、なんか割となんかこれからの時代当たり前になっている感覚なのかなと思っています。やっぱり毎日この姿で過ごしてるとだんだん感覚が、ね、いろんな感覚が芽生えてくるんですよね。まあ、データでいうとこう、まあ、温度感覚とか嗅覚とか味覚とか、まあ、一通りあらゆる感覚を、まあ、味覚とかは結構レアもので難しいんですけど、まあ、割とこうあらゆる感覚を普通に感じている人が、まあ、多いなっていうような感覚があって、まあ、ちなみにやっぱりこの体の中でどの部位の感覚を触覚を感じますかっていうので取ったデータがこれなんですけど、やっぱりこう VR ゴーグルで視聴覚で感じか想起される感覚なので、やっぱり目に見えている手とか頭とかそういうところを感じやすくて、まあ、足とかはレア系な感じなんですよね。まあ、でもなんかやっぱりこうフルトラで常に足動かしてるとかするしてるとなんか下半身とかも感じやすくなったりだとかそういうのはあるみたいですね。というわけでメタバースの中で新しい感覚を覚えた人類はもうすでにこのアバターを本当の自分の体として感覚すら感じるようになってるっていうのは結構新しいところなのかなと思っていて、もう中にはこう尻尾とか猫耳の感覚を感じるって言っているすごいです、ね、ちょっとヤバい人たちもいるっていうことで、うん、もうちょっとこれから人間はどうなっていくのかなっていうところでちょっとこう今日はワイワイ話していきたいなと思います。尻尾とかってなんか お尻のところに感じるってことなんですか？猫耳はなんかなんですか？頭の上のところとか。そうですね、尻尾が常に生えているとなんかこの尻尾を触れるとちょっとこうやーみたいな感じで避ける人とかいるので、多分そういう人は
感じてる。だから尾てい骨のあたりで感じるって言ってる人もいれば、なんかこうお尻のあたりで感じてるっていう人もいて、結構人によって違うんですけど。なるほど。あとちなみに猫耳の人は人間の耳は人間の耳でこう別だって言ってました。こうこの辺にもう一個耳がある感じって言ってましたね。人間の耳は人間の耳で感じるので、耳ってわけじゃない。人間の耳の方を触ると人間の耳、実際の人間の耳のあたりが何か感じるけど、猫耳の方を触ると別の場所が何かしら感じられるっていう、ね、この辺になんかもう一個生えてる感、なんかね、あの感覚運動やのなんか人体マッピングとかあるじゃないですか、はい、この辺は足で、この辺は頭とか、あのマッピングとかなんか VR やっててどう変化しちゃってるのかなとか、一回ちゃんとこう、ね、NIRS とかで調べた方がいいんじゃないかなって思ってるんですけどもうとにかくそういうやばいことが起こっているっていう感じですね。本当になんか後で議論したいなと思ってました。あ、ぜひぜひ。はい、というわけでちょっと若干の伸びちゃいましたけど、私の発表はこんな感じで、はい、なんか自己認識、そして感覚、新しい世界がもう始まっている。はい、わーい、ありがとうございました。はい、ネムさんありがとうございました。もうものすごい、もうこの尻尾とか猫耳とか物理現実で存在しない器官についてもファントムセンス感じってもうすごい驚きですよね。もうなんというか、もう本当に人間が新しく進化しつつあるんじゃないかみたいなことをおっしゃってましたけど、まさしくそんな感じを、そんな人類の進化みたいなものをですね、感じさせる議論に なるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ではですね、この後今野さんの方から、ちょっと、もう今野さんの方からでいいかな。はい、はい、ではですね、この後今野さんの方から、脳科学関連、メタバース脳科学どういうふうに関わりがあるのかとか、未来の科学技術について、ご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、まあ時間も時間なんで、ちょこちょこ飛ばしながら、そうですね、まあ、20分弱くらいでお話しできればと思いますので、よろしくお願いします。で、改めてですけど、私ですね、東京大学医学部附属病院の老年病科というところに所属しています、今野大地と申します。で、ここ今なんですか、脳映ってると思うんですけど、これ僕自身の脳の 3D モデルになってます。で、なんかこの間、この間ってかもう1年くらい前ですかね、脳の MRI 使った実験にお手伝いしたときに 3D モデルデータでもらったんで、そのうち 3D プリンター買ったら作ってキーホルダーとかにしようかなと思ってます。おー、これ CT で撮ったんですか。あ、これ MRI で撮りました。 MRI で撮ったんですね。そうなんです。すごい。 あとなんか質問とかあったら、その都度気軽に言ってください。はい、まあ、自己紹介はとりあえずちょっと飛ばして、で、最近ですね、やっぱり世界的に神経科学とか、それを産業応用したブレインテックとか呼ばれる領域がすごい盛り上がってるんですね。で、僕がこの 1,2 年で出た研究の中で、僕が特に注目しているのをここに4つ挙げました。まあ、一つ一つ詳しく説明する時間はないので、すごい飛ばしながらになるんですけれども、一つ目、左上、これはですね、 BMI ブレインマシンインターフェースですね。先ほどネムさんの話でも出てきましたけれども、脳と機械を直接つなぐようなテクノロジー、これを使って世界最速の読み取り、つまり脳活動だけからその人が今頭の中で思い浮かべていることを読み取ることができた。で、それがその世界最速の速度を達成したというのが去年の5月くらいです。こちらは後ほどですね、はい、ちょっと詳しく、あ、どうぞ、後で詳しい話が、はい、はい、ちょっと詳しくこれすいません話します、はい、で、左下はですね、僕はこれ去年読んだ論文研究の中で一番好きだったんですけど、クローズドループ脳刺激によりうつ病が改善というものです。まあ、ちょっと今日詳しく話す時間ないんですけど、その脳活動を常に測って、うんうん、そのうつっぽい脳活動の時と元気な脳活動の時みたいなのが人工知能機械学習を使うと分類できると。で、それでうつっぽい脳活動が出た時に、いわゆる報酬系と呼ばれる脳領域、この赤い部分ですねを刺激してあげると、うつ病、どんな薬を使っても治らなかったうつ病が治るみたいな研究が去年の10月くらいに行われました。で、右上ですね、右上はなんか見たことある人もいるかもしれないですけど、イーロン・マスクさんが作ったニューラリンクっていう会社が去年の4月ですね、
その猿にその電極をブスブス埋め込んじゃって、で猿が脳活動だけで念じるだけで卓球ゲームをプレイしたっていうのを YouTube に上げたんですね。これも後ほど簡単に説明します。で最後が右下で、これまでとは全く違うタイプの BMI で、今まではだいたいですね、頭蓋骨を開けて脳に電極を直接ブスブス刺してたんですけど、この右下のやつはこのピンクいのが脳のそのもので、青いのが脳の血管、静脈なんですけど、そこの中に管状の電極を入れてあげて、そこから脳活動を記録する、それでカーソルとかパソコンを操作するっていう BMI を発表しました。こんな感じでですね、もう本当にこの 1、2年ですかねだけでもうどん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 ブレイクスルーっていうのが起きているので、まあ、このスピードでいったらあと数年後にはもっともっとすごいことが起きるんじゃないかなというふうに僕自身は期待しています。はい。でじゃあこれ全部気になりますね。そうですね、時間もあれなんで先に進んでいきますけど、今日はですねこんな感じで話をしようと思ってまして、最初は脳情報の読み取りと書き込みで、次にそのアカデミア、いわゆる学術界の最新研究、そして3番目が産業界の最新動向で、最後に日本における脳 AI 融合研究ということで、ここはちょっとどれだけ話せるか分かんないんですけど、話していきたいと思います。で最初読み取りと書き込みということで、最初にこの、イベントの最初にですね、ネムさんがその何でしたっけ、その脳情報の行き来でしたっけ、入力出力でしたっけ、なんかそういう表現を、ね、はい、されていたと思うんですけど、まあ、別の言い方をすると、あ、そうだ、上りと下りで、別の言い方をするとその読み取りと書き込みっていう言い方もできて、うん、でこの読み取りっていうのはですね、さっきちらっと出てきたみたいな脳活動だけからその人が今何を感じているか考えているかみたいなことを読み取るのがこの読み取り、リードアウトという方で、逆にこの書き込みっていうのはライトインって方はですね、例えば目の前にリンゴがないにもかかわらず、例えば視覚を司るような脳の領域を適切に刺激してあげるとリンゴが見えるみたいなものがいわゆる書き込みです。でこの読み取りと書き込みを高精度で行うっていうことが脳神経科学の究極の目標の一つですし、あとはいわゆるフルダイブと呼ばれるようなメタバースにもつながるというふうに僕は考えています。じゃあこの読み取りと書き込みが高精度にできるとどんなことができるんだろうってちょっと妄想してみたいんですけど、例えばですね、この2000年の未来予想図ってことで、脳に電極を刺しますと、でこの睡眠とか覚醒を司る脳領域を適切に刺激してあげると、例えばすごい朝弱い人っていると思うんですけど、すっきり目覚められたりとか、逆にその不眠症の人もいると思うんですけど、瞬時で眠りにつけるみたいな、こういうことができるようになるかもしれません。で今度はですね、例えば食欲を司るような脳領域ってのもあるんですけど、そういうところを適切に刺激してあげると食べてないのに満腹感を感じさせることができる、これは苦もなくダイエットにつながるじゃないかというふうに思ってます。これ最高です、ね、なんかこれ、そうですね、でもなんかこれってなんかその本当にできるのかみたいに思うと思うんですけど、実はですね、ちょうど先月、このちょっとちっちゃくて読みづらいかもしれないんで、僕のツイッターを見てほしいんですけど、その過食症って言ってしまって、たくさん食べるのを止められない患者さんに対して、脳を刺激してあげると、痩せたっていう論文が出たんですよ。で僕、これ今年読んだ中でもかなり面白いインパクトのある研究だったんですけど、つまり、その左側で言ったような、いわゆる、夢の話みたいなものがもうすでに脳神経科学の研究の世界で現実になりつつあるというような状況です。なるほど。で、まあ、これだけじゃなくて、本当に脳の書き込み読み取りを高精度にできると、うんうん、自宅にいながらこうやってなんかヘッドセットみたいなのかぶりながら、もう本当に自分としてはハワイにいて心地よい 波風浴びながらパンケーキ食べてるみたいな、こういうこともできるようになるんじゃないかというふうに考えています。これがいわゆる多分、うん、メタバース原住民の皆さんも考えているフルダイブにすごく近いんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、ここで宣伝しちゃうんですけど、こういう話をですね、僕が半年くらい前ですか、もうちょっと前ですかね、に出した本、こちらの本にいろいろ書いてあるんで、ぜひ皆さん読んでください。これは買わないと、買うしかない。ありがとうございます。で、実はですね、ここの本の中で本当に出版の原稿が決まってたんですけど、その後でそのザッカーバーグのメタバースのイベントがあったんで、神経科学と脳神経科学とメタバースの融合
が本当にこれからの未来だっていう一章付け加えてて、多分脳神経科学とメタバースってどうですかね、僕が知ってる範囲では最初に言ったんじゃないかというか、最初に言ったという記録を残したくて書いたんですけど、さすがですね。なんであの、はい、ぜひあの皆さん興味があったら読んでみてください。個性なんですね。このようにですね、あの僕は脳神経科学側の人間なんですけど、脳神経科学側の人間からするとすごくメタバースに、注目してます。で、うんうん、逆にじゃあ今度メタバース側の人々、それこそ今回あのお話しいただいてるネムさんであったりとか、このクラスターの CEO の加藤さん真ん中ですねとか、あとまああの、うん、スペースデータとかでですね、あの、佐藤さんですね、その、はい、佐藤克明さん、あのリアルな世界を作ろうとしてるみたいなネットコンピューター上にみたいな方々が、まあ、同時期に出したメタバースの本、これ僕全部速攻で買って読んだんですけど、あの、ありがとうございます。そのお三方の、ありがとうございます。素晴らしい本。そのお三方の本、実はすべてにですね、ブレインマシンインターフェースとか、脳神経科学との融合が重要だみたいなことが全部の本に書いてたんですよ。なの で、ね、あの、メタバース側からも脳神経科学に期待していただいてるっていうのがすごい伝わって、僕としては本当に嬉しかったので、今回あのこういうイベントを開けて、とても嬉しく思っていますという形です。はい、おー、 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、読んでいただいた。アカデミアにおける最新研究ってことで、ちょっと時間があれなんで飛ばし飛ばしになるんですけど、まず最初ですね、うんうん、さっき言った書き込みと読み取りの読み取りの方ですね、見ていきたいと思うんですけど、で読み取りって一口に言ってもいろんな方法があるんですね。で電極使うものとか、あとはまあ血管の中に入れるものとか、うんうん、あと MRI とか、あと磁気、MEG というものとか、あと近赤外光を使うものとかがあって、まあ、それぞれに長所と短所があるんですけど、ちょっとここで今日は話す時間ないので、あの僕の法人ホームページとかにこの図が載ってるので、ぜひあの興味のある人は見てみてください。でこの中であの一つ今日紹介するのが、冒頭でもお話しした脳活動から考えていることを読み取るという、まあ世界最新の、現時点で世界最高性能の研究を紹介します。でこの研究はですね、うんうん、あの頭蓋骨をもう開けて、この左側にある剣山みたいな電極をもう脳に直接ブスブス刺すと。で、うんうん、その刺した状態で、その刺してる人に頭の中で文字を書いてることを思い浮かべてもらうと。でそうするとその人の脳活動だけから、あ、この人は今ハローということを頭の中で思い浮かべてるっていうことを読み取るというような研究です。でこの右側ですね、脳内でツイッターができるわけですね。あ、そうなんです、もうおっしゃる通りなんです。で、コメントで「イカそう」っていうコメントが来ましたけど、脳にはあの痛覚はないので大丈夫です。そうなんですよ、実は脳には痛覚ないので、ブスブスどんだけ刺しても全く痛くないので、安心して刺してください。ただ頭蓋骨開けて、頭蓋骨と脳の間にある硬膜っていうところがめちゃめちゃ痛みが感じるところなんで、まあ、そこはちょっと麻酔してもらわないといけないですね。はい。でまあ、この右側の写真が実際にその埋め込んでる人が、この左側のモニターにちょうど今ですね、文字が出てきてるところです。今日動画が載せてないんですけど、右下に載せているこの論文にページ行くと動画見れるので、ぜひ見てください。でこの研究が何がすごいかっていうと、平均正解率ですね、で言語モデルっていうもので補正をしなくても 94.5% かつ補正してあげると 99.2% でもうほぼほぼ 100% に近い、さらにタイピング速度が1分間に90文字を達成したっていうのがこの研究でして、一般人のスマートフォンのタイピング速度っていうのはだいたい115文字1分あたりと言われているので、まあ、最新の2021年の研究だとこのくらいまでは脳神経科学は来てるということをですね、なんとなく皆さんにイメージとして持ってもらえるといいのかなと思います。これやっぱりめちゃくちゃ鍛えた人だけここまでいけるよみたいな、そういうノリなんですかね。あ、でもそれはおっしゃる通りすごくいい質問でして、これはやっぱり埋め込んだ上で数ヶ月くらいトレーニングしてようやくこのくらいになるとは言われてます。うん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 。この研究は、まあ、例えば今、はいはいはい、あ、ごめんなさい、この研究は今ハローって書こうとしていると思う。あら、今野さんどっか行ったかな、大丈夫かな。いや、すいません、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、この
研究ではハローと今書こうとしてるんですけど、これ確か、ハローって書き込むことを、書き込むその腕の運動みたいなものを読み取っているんでしたっけ。ハローという文字をイメージするんじゃなくて、腕の運動とか書くっていう運動をイメージしてるというものでしたっけ。あ、そうです、おっしゃっていただいた通りでして、あれ聞こえますか。あ、聞こえます、はい、すいませんすいません、おっしゃっていただいた通りでして、これは、文字を書くところを想像したときですね。腕の運動というよりは文字を書くことを想像したときの活動ですね。なるほど。なので、今シュナさんが挙げていらっしゃるんですけど、何も考えてないときに語詞をするっていうことはなんか大きなそうな感じですかね。あ、そうですね、この件動作が生じなそうなの で可能性は低いと思います。うん、ありがとうございます、はい。じゃあちょっと次進みまして、じゃあ一方でこの書き込みの方ですよね、うんうん、こちらの方がさっき冒頭のネムさんのところだと、こっちの方がなかなか進みづらい、進んでないって話があったと思うんですけど、こっちはどこまで進んでるのかっていうのを見ていきます。うん、こっちの書き込みもですね、いろんな方法があるので、まあ どれも一長一短なんですけど、興味がある人は僕のホームページ見てみてください。でこの最新研究で僕が面白いと思ったのは、その言葉を介さずに相手の脳に直接伝えるテクノロジーっていうのが2020年にそういう研究が出ました。でどういうものかっていうと、これもですね、頭蓋骨にこの左の図みたいな、これ電極、この左の図のなんていうんですかね、長方形の Z が書いてる、青い Z が書いてるところの丸の一つ一つが電極なんですけど、この電極をですね、なんていうんですかね、 Z って文字を書くように左上からちょんちょんちょんって一つずつ、これなんかこう、うん、そうなんです、一つずつ刺激してるんですよ。背中に文字書いてるみたいなノリで脳みそに書いちゃってますね。おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。でそうするとこの人は Z って認識できますっていう研究なんですね。でなんか僕この論文最初読んだ時嘘だろって思ってたんですけど、この論文もしっかり動画があってですね、この右の今回は画像なんですけど、この人ですね、目が盲目で見えないんですけど、視覚を司る脳領域に電極が埋めてあって、そこをバババババって刺激すると、今ここにですねモニターに N って書いてると思うんですけど、これ合ってるんですよね。なので、まあ、これを使うとですね、その相手の言葉を一切介さず脳に直接文字を伝えることができると。なんで、まあ、これよく2ちゃんとかでありますけど、こいつ直接脳内にみたいなのが、技術としてはすでにできるというこれのめちゃくちゃロックですね。なんか私が結構疑問だったのが、やっぱり脳ってどういうふうに処理してるかわからないから、はい、私たちの使ってる情報をこうどういう電気信号に変えると脳が分かってくれるんだろうっていうところが、要するに脳のプロトコルを分析するところが始まると思いきや、もう割と力技ですね、直接書いちゃえみたいな。そうですね、多分脳はZ っていう文字をその黒板とかに書いてる Z を認識するとき、こういう活動は多分してないんですよね。それにもかかわらず、はい、絶対してないと思います。にもかかわらずこういう刺激をしても脳は意外と理解できちゃうっていうところが、その脳の汎用性というか柔軟さなのかなっていうことで、フレキシブルさがやばいですね。そうなんです。でもこれもやっぱり電極埋め込んで一発目じゃできないらしいので、トレーニングするとこれは N だよとか言ってもらうとできるようになるっていう形らしいですね。なるほど。もうじゃあここに USB っていうか、まあ、HDMI ケーブルをこう脳の後ろら辺にブスッとこう刺して、こう直でこう見れるようになるといい感じになりそうですね。そうですね、だいぶ、ネムさんもマッドサイエンティストの才能あると思います。VR ゴーグルいらないじゃないですか。そうですね。はい、あとは電極とうし、どうぞどうぞ。電極刺激する時の入力する時の解像度の問題とかが解決しないといけなそうですよね。そのあたりしようとすると、そうですね、 HDMI を刺そうとすると、はい、やっぱりこの研究で使われているような数十個くらいの電極だと、いけてアルファベットくらいで、多分魚辺の漢字とかは絶対無理だと思うんですよ。魚辺の漢字難しそうですね。はい、なので、まあ、このあたりはハードウェアのイノベーションというのがまだ必要なのかなというふうに思います。コメント欄でファミチキくださいっていうふうに載ってますけど、やっぱそのあたりちゃんとなんかトレーニングされている人たちがここにはたくさんいらっしゃるなというふうに思ってます。はい、でどうしますかね、ちょっと時間ないんで申し訳ないですけど、すごい飛ばしながらですけど、最近その学術界だけじゃなくて産業界もすごい発展してきていて、代表的なのがやっぱりニューラリンクです。でこれちょうどこれ3年前の7月ですねに僕がしたツイートなんですけど、
このニューラリンクが発表して何を発表したかっていうと、髪の毛よりも細い電極1024本、この右の図の右下のやつですね、青っぽいやつにある一本一本の髪の毛みたいなやつ、あと左下の金色のとこですね、これが電極になってて、これも脳に直接埋め込みますと。で脳波を記録するし刺激もできるし、で、右上の図みたいな iPhone のアプリで操作できるし、まあ、当時はですね2020年中に人での臨床試験を開始するって言ってたんですね。で残念ながらそこはちょっと遅れていて、うん、現時点でもまだ始まってないんですけど、ただ申請は着々と進んでいるみたいで、おそらく来年中くらいに人に刺すんじゃないかなというふうに言われています。で、まあ、これさっき一番最初に冒頭に言った猿の動画ですけど、まあ、これでですね、こうやってスマホでペアリング、今この猿の脳みそに直接電極が埋まってるんですけど、スマホでペアリングしてあげると、でここの右側のなんですかね、ケーブル見てほしいんですけど、ジョイスティックとつながってないんですよね。つまりこれはもう猿はジョイスティック動かしても、その卓球ゲームっていうのはジョイスティックで操作してるんじゃなくて脳活動だけで操作してるという形になっています。でニューラリンクはですね、そうやって最初は手足が動かせない人に対して、例えばその車椅子を動かすとかコンピューターの操作をするみたいな、この上の視覚でいうソマトセンセーション、感覚みたいなところとか、あと目が見えない人の視覚を補うビジョンみたいなところをアプローチするっては言ってるんですけど、多分彼の野望としては下の赤い視覚で囲んだみたいなムード、気分ですよね。例えばそれこそうつ気分とか、あとは痛みを感じなくしちゃおうとか、あとは空腹感とかをなくしちゃおうとか、喉の渇きをなくそう、記憶力を向上させよう、数学的な能力を向上させようみたいな、多分そういうところを彼はやろうとしていると思います。はい、ちょっと今日今イロンマスク経営者ですからね、ちょっと無限に働かせてきそうですね、人間のパワーアップさせてそれはだいぶディストピアですけどね、はい、で今日ちょっと時間ないんで、あとスライドだけパーッと見せて残念ながら終わりなんですけど、他の、ブレインテック企業としてはこういう血管の中にステントを入れるものですね、うんうん、こうやって脳の中にグイーンって入れちゃって、さっき見せたみたいな図ですね、脳の血管に電極を入れちゃうと。でこれがすごいシンクロンって会社なんですけど、ここがすごいのはすでに実は埋め込まれた人が現実に存在して、でこうやって念じるだけで Gmail 操作してる人がオーストラリアにいるっていうことなんですよね。なかなかこれはすごいなというふうに思ってます。これ何を取ってるんですか？これはですね、いやこれはですね、血管の中に電極を埋め込んで、で血管の壁を介して脳の電気活動を取ってます。あ、じゃあ脳電位を取ってるんですね。あ、そうですね、はい、いわゆる脳波とか、専門用語で言うと、うんうん、LFP ローカルフィールドポテンシャルとか言われるものを取ってます。うんうん、はい。でまあ、ただこのニューラリンクとかシンクロンとかっていうのは基本的に頭蓋骨を開けるとか血管の中にもブスリと刺すみたいな結構ダメージ大きいんで、なんかその何ですかね、クラスターで遊ぶために頭蓋骨開けたい人ってあんままだいないと思うんですよ。なのでなるべくそういう体へのダメージを低くするって方向だと、例えばこういうカポって被るだけの、これは近赤外光のものなんですけど、ものを作ってる企業とかもアメリカにはあるので、こういったところもですね、すごい個人的には期待しています。で最後、日本における脳 AI 融合研究ってことで、ちょうど我々ですね、東大の池谷裕二先生の研究室でこの脳 AI 融合プロジェクトっていうのをまさに今やってて、まあ、脳にチップ移植しちゃおうとか、脳と AI 融合しちゃおうとか、脳と AI インターネット融合しちゃおうとか、で最後右下脳と脳融合しちゃおうみたいなことを、まあ、まずは我々の研究室はネズミを使ってやってるんですけど、まあ、このあたりもですね、いずれこんな成果が出てますみたいなのを話できればかなというふうには思っています。ということで最後ですけれども、今日のテイクホームメッセージとしてはですね、脳神経科学の進歩が著しいと、で最近は学術界のみならず産業界からの参入も増えてますと、でメタバース×脳神経科学というのはやっぱり無限の可能性を秘めていると思うので、ぜひですね、ここにいるような皆さんからメタバース×脳神経科学で次の時代を作っていきましょうということで、今日は割となんですかね、なんですかね、あんまり脳神経科学詳しくない人たち向けっていう形だったので、すごい詳しい人にとっては軽い話になっちゃったかもしれないですけど、僕の話は以上になります。ありがとうございました。いや、めちゃくちゃ面白いですね、はい、す脳に映像を入れれるっていうのは結構、ね、なんか今までなかったような気がするので、結構、はい、
なんかあれができるのとできゼロと1で大違い。あ、ハートありがとう。あれができたらもうなんか一気にあとは解像度上げるだけじゃんっていう感じですよね。そうなんですよ。だから多分これってその今回はアルファベットでしたけど、多分原理的には例えば丸とかハートみたいなのも全然できると思いますので、だその、うんうん、自分が感じている風景みたいなのを、まあ、将来的にはですけど直接言葉とか絵とかを使わずに、この今私が思い浮かべてる風景はこれですバンみたいな形で直接脳内にみたいなのができるかもしれない、うん、テレパシーみたいな感じですかね。もう VR ゴーグルいらないじゃないですか、はい、もう効果かけられないですよ。首の後ろに USB Type-C をブスッとこうぶっ刺してやりたい。そうですね。さらに僕が面白いと思ってるのは、この文字とかを伝えるだけじゃなくて、私が今痛いと思ってる感覚とか、私が今すごいなんか幸せな感覚とかも直接伝えられる可能性があって、そうなってくると、うんうん、なんかプーチンさんとかになんか痛い感覚とか伝えたら戦争やめようとかなりそうじゃないですか。うんうん、なるほど。性格とかも変えられそうですよね。なんかこう、あ、そうですね、やりたくないんだけどやらなくちゃいけないこと、例えば勉強とか仕事とかしてるとめっちゃ幸せな気分になるみたいなやつを埋め込んで、うん、延々とその状態で活動したらなんかもう嫌いなことも好きになったりとかしてめちゃくちゃハッピーに人生を送れそう。なかなかやる気が出せないみたいな。その辺りって結構もうなんかなかなか本当になんていうんですかね、アウトなところとのギリギリの線なんで、そのあたりのその倫理観みたいなのも、うん、最近やっぱ脳神経科学ではすごい大事だなってのは言われて議論されてますね。うんうん、そうですね。あと頭に埋め込む系は広角機動隊でなネタになってましたけど、なんかあの新しい世代ができた時とかになんかこう不適合とかアップデートの問題とか生まれたりとかしそうで、はいはい、なかなか早い段階でチャレンジするのは勇気がいりますよね。そうですよね。なんかお前まだ第一世代なのみたいな感じ。そうなんかね、スマホだったら買い替えればいいけど、頭に埋め込んじゃったやつ、うん、なかなかそうもいかないような気がするので、ちょっと初めの頃はドキドキしますよね。そうですね。でもなんかぜひやってみたいですね。ステントロードに関してまだ、はい、劣化とかがあるんじゃないか、まだ入れるの怖いなみたいなこと確かおっしゃってましたよね以前。そうですね、やっぱりなんか現状のこのステント型にしてもニューラリンクのものにしてもやっぱ持って10年だと思うんで、まあ、そうなってくると今埋めますかって言われてもちょっとお断りしますって感じに僕はなってしまいますね。なるほどなるほど。うんうん、あのタイピングの文字数のやつもすごかったですね。なんかすごいですね。私もちょっと調べたのうろ覚えなんですけど、まあ、ちょっと冒頭で言ったように結構なんか昔小説書くときに当時のこうあのブレインコンピューターインターフェースの研究を割と調べたんですけど、こんなレベルじゃ全然なかった気がしますね。なんかうーんって1分ぐらいになってようやくこうなんかこうなんか4パターンぐらいの情報をなんとか取り出せるとかなんかそういうレベルだったような気がするので、この論文でさえ風速90文字って相当情報量多いですよね。そうなんです。この論文の前までが一番すごかったのが40文字とかなんで、この論文で一気に倍とかになってるんですよね。確かすごいな。1分間で90文字ぐらいのデータ出せたらなんかこうアバターの体を動かすとかそれぐらいの情報量はやりようによっては脳から取り出せるっていうことになりますもんね。これは相当すごいなと思いました。どうですか、はい、ディスカッションですかね、はい、じゃああと20分くらいですかね。そうですね、ではパネルディスカッションの方にちょっと入っていこうかなと思います。ちょっと準備しますので少々お待ちください。はい、いやめちゃくちゃ面白かったですね。なんかありがとうございます。進歩が著しい領域なんだなって改めて思いました、ね、ちなみに今日参加されてる皆さんでそのメタバース風船飛んだ、ありがとう、ありがとうございます。なんかメタバース側の人っていう言い方が正しいか分かんないんですけど、今回その脳かけるメタバースってイベントで、はい、そのメタバース側の人と脳側の人ってどのくらいの割合なのかなっていうのをちょっと会場の方に聞いてみたいんですけど、なんだろう、そのどっちかで言うとしたら、そうですね、脳の人かメタバースの人かで仮に二分するとしたら自分はどっちかっていうのをリアクションしていただきたいんですけど、自分は脳のメタバースの人だよって人は今どのくらいいますか。何かリアクションしていただけると結構多いですね。やっぱ多い、7割くらい、7割、8割くらい、
逆になんかその自分は脳神経科学やってますとか脳の人ですって人はどのくらいいらっしゃいますか？でも何人かいらっしゃるような。そうですね、1割くらいですかね。 ありがとうございます、うん、はい、そういう感じですね。ここにぜひまた将来は脳の人もたくさん来るようになるといいなとは思ってます。そうですね、はい、うん、ありがとうございます。ということで、そろそろですね、パネルディスカッションということで、僕、バーチャルサイエンティストの卵のルーと、ネムさんと、今野大地さんの3人で、こちらの特定のテーマについて、お話し合いみたいなことをしていこうかなと思います。で、まずはこのファントムセンスのメカニズムについて、ちょっと議論していこうかなと思うんですけども、先ほど、ネムさんの方から簡単にですね、ファントムセンスについて説明があったと思うんですけど、うん、もう一度ですね、会長の皆さんに対してファントムセンスってこんなものだよということを簡単にご説明いただくことは可能でしょうか？はい、いろいろな説明はできるんですけど、すっごい端的に言うと、やっぱり VR ゴーグルっていうのはやっぱり視聴覚の情報だけのはずなんですけど、その視聴覚の情報がトリガーになって、うん、それ以外の情報を感じるっていうのが、ものすごいざっくり言うとファントムセンスなのかなというふうに思っています、はい。なるほど、ありがとうございます。で、この視聴覚からの情報にもかかわらず、例えば触覚みたいなのを感じるという話だったと思うんですけども、近野さん、このメカニズム、ファントムセンスと呼ばれる感覚のメカニズムみたいなものってどんなものが原因だと考えられますでしょうか？はい、ネムさんの本とかでもマルチモーダルみたいな話とか、その共感覚、シナスタジアみたいな話があったと思うので、基本的にはその記述っていうのがかなり的を置いてると思うんですけど、ここで説明させていただくと、その何ていうんですかね、基本的に我々が生きてる世界ってマルチモーダル、つまりその視覚とか聴覚とか、いろんな感覚が、いわゆる五感と言われるものが、その連続して何ですかね、同時に入ってくるっていうのが我々の世界なわけであって。その VR みたいに視覚と聴覚だけが何ですかね、現実世界と別っていう状況っていうのは、人間がこの生まれてこの方ほぼほぼなかったと思うんですよね。なので、視覚と聴覚の情報だけが入ってきても、この視覚と聴覚の情報っていうことは、多分こういう嗅覚とかこういう触覚の情報が一緒に入ってくるだろうと、脳が予測して、先回りして活動しちゃうっていうことだと思います。ネムさんの方にも書いてあった通りです。ありがとうございます。結構脳っていい加減なのかなっていう。なんか一言で言うと、割と予測する機能みたいなのが強力すぎて、錯覚みたいなのをすごく感じやすくなっちゃってるっていうのが脳の特性の一つなのかなと個人的に思います。そうですね。では以前というか、ネムさんの本を読んだときに、このファントムセンスを生やすことができるって書いてあったと思うんですけど、生やすって一体どういうことなんですかね、うんうん、何が原因でこのファントムセンスっていうのが感じやすくなったりするんでしょうか？というか、なんか初めからすごい強いファントムセンスを感じる人っていうのはあんまりいないんですよね。やっぱりこう、私の本の中でなんかこう、メタバースの中だと人と人との距離感がこう近づきやすくなるみたいなのあったと思うんですけど、割と今結構近づいただけで圧迫感をなんか感じてると思うんですよね。顔のあたりになんかこういう感じで、おー、そう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 、こういうなんかこう、あとはアバターとアバターとのこう触れ合いというか、なんか今頭の方になんかそうでしょ、なんかこう別に触覚とは言わないまでも、なんかガワガワってすると思うんですよね。それっていうのはこう、やばい、アバターに対する、所有感覚みたいなのがあるなのかなと思ってるんですけど、割とこう、現実よりもこう近しい距離感でコミュニケーションすることが多くて、これをこう、だんだん繰り返してるうちに、だんだんみんな感覚が強くなっていったりだとかっていうのは、結構ありがちだったりとかしますね。なるほどなるほど、このバーチャル空間特有の距離感の近さみたいなのが、このファントムセンスみたいなのを生み出しているのかもしれない。そうですね、今はもう逆になんかこう、結果的に近い距離感で触れ合ってたらだんだんファントムセンスが強くなっちゃったとかじゃなくて、もうなんかこう、VR 感覚を生やすためにそういうことをやっている人とかもいます。なるほど、
まあ、あと催眠術とかを使っている場合もありますね。あの知り合いに VR の中で活動している催眠術師の方がいるんですけど、まあ、その人がこう催眠術をかけることによって、まあ、生やす。で結構ファンドム先生生えなくて悩んでる人とかもいるんですけど、まあ、あの催眠術師さんによると、まあ、もう自分がやれば 100% いけるみたいなことは言ってますね。でもなんかでもなんか脳科学的にも結局そのファントムセンスを無理やり脳を刺激して生やしてあげるクリニックとかってなんか将来的に出そうですけど、ね、確かに、ね、なんかどこ脳の何か VR ゴーグルを見せてどっかの脳の部位を刺激電気刺激与えてあげることでファントムセンス感じるようになるみたいな、そんな処方が行われる未来が出てくるかもしれないですね。なんか個人的に冒頭でもちょっと言ったんですけど、脳みそってこう体の部位ごとのマッピングが運動やのあたりとか感覚やのあたりって存在してるじゃないですか。頭頂部の場合は足で、ここら辺だと手とかいろいろあると思うんですけど、なんかこう尻尾とかね、なんか猫耳とかいろいろ生やしてこう脳みそのメモリを使いまくって、なんか大丈夫なのかなっていうのちょっとたまに思うんですが、ありますね。そうですよね。なんか本来想定されなっていない脳の使い方だと思うので、なんか6本目の指みたいなのが、うん、あのなんですかね、機械で、うんうん、あのつける稲見先生の研究とか海外でもそういう研究があると思うんですけど、うん、なんかそういうなんか小指の外側に6本目の指がある場合は、その脳内の小指に近いところに6本目の指の領域ができるらしいんですよね、うん、なのでそう考えると多分尻尾の脳領域とかは多分お尻のあたりの近くにできるんじゃないかなと多分思いますし、でなんかその6本目の小指の脳領域ができるってことは、ネムさんが言った通り脳の領域は有限なんで、多分他の指の領域がちょっと狭くなってるんですよね、うん、ですよね。なんか立ち問題があると思うんですよ、脳みその。そうなんですよ。それは大丈夫なのっていうのはちょっと思うんですよ。なんかいたずらにファントムセンス開発しすぎると、なんか本来感じていたはずの感覚まで失われてしまうみたいなことが起こり得るかもしれないみたいな。ドラゴンになったりとか、うん、なんかいろんな動物とかもうこれからどんどんそういうの増えていくと思うんですけど、そうなると脳耐えれるのかなっていう、まあ、要するに人間の体の分のメモリーしか用意されてないわけじゃないですか、うん、大丈夫なの、ね、っていうのはちょっとたまに思うことはありますね。やっぱりだから僕とかは脳をなんとかしてその電脳で拡張みたいな形でメモリ増やすみたいなのができたら、追加メモリを入れちゃう、そうなんです、ね、まあ、妄想ですけどできたらすごい面白いですよね。確かに、うん、あとはそのこのファントムセンス感覚感じてる感覚って、あの先ほどネムさんその炎だったら暑さみたいな、暑さの感覚温度感覚感じるっておっしゃってたと思うんですけど、その温度感覚っていうのは実際に暑さなのか、それとも触覚みたいななんか別の感覚で代用されているのかみたいなことってちょっと教えていただくことできますか。あー、いや、わかんないですけど。わかんない。そうですね、うん、私はそうですね、割と炎とかそんなでもないんですけど、うん、割とありがちなのが、あの、はい、ワールドの温度ですね。例えば、うん、温泉に入ってるワールドに入ったりとかすると、うん、あの、はい、汗かいたりするんですよね、なぜか。で、ただあの実際にはエアコンガンガン効いた涼しい部屋にいるわけですよ、うん、なるほど。そういう状態で汗かいちゃうと、まあ風邪ひきますよね。うん、でこれはバーチャルユーザメって言っているんですけど、要するに現実とバーチャルあのバーチャルの温度ギャップによって風邪をひいてしまうみたいなことは実際にあるので、うん、まあ、多分こう実際に温度を感じてるのとほぼ同じ状態なのかなってなんとなく思っていますね。これも割とありがちな現象です。なんというか皮膚が感じているその温度感覚みたいなのを割と無視して、現実の皮膚が感じている温度感覚みたいなのを無視して、あの視聴覚から得られるその温泉に入っているっていう感覚が、あの脳に何かしら作用して、でそれで汗をかかせるという、なんか上書きしちゃってる感じがするんですよね、うん、なるほど。これもなんかいいことばっかりじゃなくって、普通に本当に風邪ひいちゃう人とかいるので、結構どうなのっていうのもありますね。なるほど。だから私温泉ワールドとかそんな得意じゃないです、実は。なるほど。逆方向に使えたりしないんですかね、結局そのバーチャル風邪ひいちゃうの逆で、なんか本当は風邪なんだけどなんかめっちゃいい感じのところに行くとバーチャル風邪治るみたいな。ああ
確かに、だかなんか要するに医療の世界とかだとプラセボって言って本当は何の効果もないのにただ薬の形をしてるただの粉を飲むだけで一定数が治っちゃうっていうのがあるんですよね。なんでなんかそのバーチャル治療スペースみたいなのがあるとなんか治癒能力を強化するみたいな。そうですそうです。だからなんか病院行くとじゃあ あなたは処方じゃあこのメタバースに行ってくださいみたいな形の処方とかが将来的にはされたりするかもしれないですね。なんか病気の種類によってはなんか効果があるような気もしますね。なんかよくこうよくこうゲームとか例えばこうドラゴンボールとかでなんかカプセルとかに入ってこうブーってこう回復してるような維持感覚を与えるとこう治癒能力がなんかアップしてちょっと治るのが 5% ぐらい早くなるような気がなんとなくしないでもないですよね。さすがになんかそういうのはないですけどなんか結構アバターの見た目によって性格が変わるみたいなのは結構実際の現象としてはありますね。なるほど、なるほど。なんかコメントのあなたの風邪は皮膚から、私は脳からみたいなことですね。まさに私は脳から、これ面白い。なるほど。面白いですね。バーチャル白魔術だ。なるほど。なんか結局そのなんていうんですかね、本当に脳に情報を書き込むみたいなのは本当にフルダイブするとしたら、五感すべてを書き込まないといけないと思うんですけど、それって多分めちゃめちゃハードル高いじゃないですか、技術的に。確かにそうですね。はい。なんでただこのファントムセンスとか共感覚みたいなのを使えると視覚と聴覚だけを書き込みしただけでも他の感覚もある程度なんか脳がいい感じに補ってくれるみたいな感じで、なんかそのフルダイブの手前だけどハーフダイブは視覚と聴覚だけで割と早めにできるみたいなのもなんかできそうな気がしますよね。そうですね。このファントムセンスをうまいこと再現性あるように使いこなせるようになって、あの特定のタイミングで、視聴覚からだけで温度感覚を感じさせるみたいなことをすることによって温度感覚を現実世界の体に提示する方法っていうのはまだ作ってないけれども、なるほど、感覚的にはそれを感じることができるということですよね。そう、まさに。なるほど。なんかあれですね、こうインターネットにおけるこう情報の圧縮みたいですね。なんかもう全ての情報を送ると重いので、こういい感じにファン、ここの部分はファントムセンスでこう復活させることにして、この部分だけ送ろうみたいな感じにすると情報伝達が脳に送りやすくなるとか、そういうのに使えたら面白いですね。本当に多分そういう学問これからできる気しますね。なんか脳科学とメタバースの融合された学問みたいなのは絶対この先できていくような気が、話を聞いてて思いますね。それはめちゃくちゃ面白い。はい、めちゃめちゃ楽しみ、面白くて、あのもっともっとお話ししたいファントムセンスについてなんですけれども、ちょっと時間をしてるので次のパネルの方に移っていきたいと思います。はい、で次の方は冒頭ですね、今野さんもネムさんに聞きたいなと思っていたとおっしゃっている、そのメタバースの現状の現状のメタバースの不満であるとか、あとメタバースで今どういうものが必要とされているのか、ニーズであるとか、あとそのメタバースが普及、今後普及していくためにどういうキラーコンテンツが あるといいのかということをちょっとおねむさんの方にお伺いしていこうといきたいと思うんですけれども、今のメタバースに対しての不満点みたいなことをちょっと教えていただいてもいいですか。今のメタバースの不満点、そうですね、はい、まあ不満しかないんですけど大前提として、まあ、そもそも普及ってこれからするのかなっていうのも、はい、まあ、ある議論のポイントかなっていう気はしていて、今のメタバースって一過性のブームなんじゃないかっていう話、まあ、私はさすがに一過性のブームとまではいかないですけど、はい、なんかこう今世間的に言われてるほどこうあと数年で普及するぐらいのノリに来てるかっていうと、実を言うとなんか、まあ、毎日 VR やってるってそんな言うのもなんなんですけど、割とこう、はい、若干懐疑的な立場だったりとかしますね。そうなんですね。っていうのも、まあ、なんかね、 VR ゴーグルとかまだめちゃくちゃでかくて重いし、ね、設備とかもめちゃくちゃ用意するの大変なので、これ一般人が当たり前になんかするようになるのかなって、まあ、割とこうメタバースの住人の間でも話すんですけど、この間なんか割とこう的を得てるなと私は個人的に思ったのは、なんかスマホで言うと今はこうショルダーホンぐらいなんじゃないかっていう意見があって、あ、なんかなんとなくそれぐらいかもっていうのは結構
要するに、まあ、ショルダーホンの時代でもすでにほんの一部の人ですけど普通に使ってた人はアーリーアダプターの人たちを使ってたわけじゃないですか、はい、うん、やっぱりそれがないと できないことが、まあ、結構いっぱいあるので、まあ、今の VR もそんな感じでこう、うん、まあ、結構、ね、熱もこもりやすいし割と重いし、ね、お金もかかるし大変なんですけど、まあ、それでもかぶってる私たちアーリーアダプターっていうのは割とこうそこに強いあの魅力を感じてるので、まあ、このわけのわからん弁当箱みたいなやつをたまに毎日かぶってこうやってるわけなんですけど、うん、まあ、そうですね、そうい う, こうハード的なところは、まあ、正直、まあ、もうちょっと進歩してもらいたいなっていうのは毎日使いながらもありますね。例えばこれがものすごい軽くなって、まあ、やっぱりこの解像度とかも現実の解像度と比べたら全然ね、どんなに上がったって言ってもやっぱりテレビとかと要求される解像度のレベルが全然違うんですよね、まあ、そういうのもありますし、まあ、リフレッシュレートとかも、まあ、とにかくもう、まあ、私とかは割と不満しかないっていう感じですね。だからもっともっとあの改善されてほしいなと思ってるし、そうしたら、まあ、もうちょっと一般にも広まりやすくなるなと思うんですけど、まあ、ただ実際問題相当時間かかるなとも思ってますね。なんか僕が個人的に気になるのは結局そのスマホの話はすごいあの直感的には分かりやすいんですけど、最終的にスマホってもう例えば日本人とかだと9割くらい持ってるじゃないですか、そういうその全人類の9割くらいがなんていうんですかね、やるようなコンテンツというかメタバースは全人類の9割くらいがその関わるものになるのか、 逆に例えばレーシック手術とかってすごい便利ですけど全人類の中でやってるのは 10% とか 5% なわけで、その広まりきって 25% みたいな感じになるのか、もう本当にもうスマホみたいな必需品みたいな形までいくのかって結構なんか難しいとこかなと思うんですけど、ネムさんとかどう思いますか？大変いい質問ですね、まあ、これはもう完全に私の個人的な意見になりますが、あの究極的にはまあ初めにも言いましたけど、私の考えるメタバースっていうのはここで人生が送れるっていうところがミソなので、まあ、多分ですけど究極的には、まあ、私とかもすでにそうなっちゃってなりつつあるんですけど、まあ、全ての人がここで人生を送るようになるのは、まあ、あのはっきり言ってもう議論の余地はないと思っていますね。というのも一度慣れてしまうと現実が不便すぎるんですよね。なんかこう、いちいちこう人と会うのになんか移動しなくちゃいけないとか、一度メタバースの生活に慣れてしまうとはっきり言ってもう耐えられないんですよね。そういうのがバカバカしくて、まあ、あとなんかスマホとかも画面めちゃくちゃちっちゃいじゃないですか。ずっと見てると目悪くなるし、今私自分の体の周りになんか 5、6個あのウィンドウこう皆さんに見えてないですけど浮かべてこうこっちでツイッター見ながらこっちで配信のコメント見ながらってやってるんですけどこれってもうほとんどのあの、まあ、ツイッ脳を拡張してるのと一緒なんですよね。要するに、うんうん、自分の思考領域をものすごい拡大している感じがあって、例えばあの、うんうん、今野さんの名前とかも今あのアバターの上に表示されてますけど、人の名前とかも覚えなくていいわけじゃないですか、はい、こういうのが進んでいくと、ね、あの今の人間の脳みそってなんかこうすごい辛い仕事をさせられてると思っていて、コンピューターで言うと、うん、もうなんかあのハードディスクの仕事もさせられてるし、メモリーの仕事もさせられてるし、もういろんな役目を追いすぎだと思ってるんですけど、あの今私がメタバースでやってるようなこうなんかいろんな拡張機能をうまく使うとほとんどメモリーだけで良くなるんですよね。要するに脳の本当にクリエイティブな部分だけの活動すれば良くなってってなるとすごい気持ちが良くなるので、そういうこう思考が充実するっていうのもあるし、まずさっき言った、まあ、あの移動の手間もなくなるし、なんかあの場所の制約もなくなるしっていうので、そういうの日々私は体験してるので、まああのまあ普通の人も究極的には今のスマホと同じようにもう誰もが全員ここで、まあ、ほとんどの時間を過ごすようになるっていうのは、まあ、ほとんど間違いないと思ってますね、まあ、ただそれが5年後なのか10年後なのか100年後なのかって言われるとちょっとわかんないです。でもそうなるのが間違いないっていうのはあの住んでいる実感としては感じていますね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。だからぶっちゃけキラーサービスなんていらないんですよね。あ、みんなパチパチありがとう。これはなんか同意してくれてるのかもしれないメタバース原住民がみんな感じてるのかもしれない。だからなんかあの
ぶっちゃけそういう意味で言うとこう、まあ、システム的な制約とかそういうのはいろいろあるんですけど、今のソーシャル VR 的ななんかこの経済性があって創造性があって没入性がある空間っていうのが、なんかこのまま普通に順調に発展していくだけで、まあ、いずれはみんなこっちに来るだろうなっていう感覚がありますね。なるほど。だってスマホも別になんか、なんかこうなんかいろんなアーティストとタイアップしてコンテンツで伸ばしましたけど、まあ、あのアーティストがいたからスマホは今広まったよねとかないじゃないですか。やっぱりスマホが便利でそれがないと、それがこう私たちの体の一部だと感じるっていう、そういう感覚が多分一番大事だと思っていて、まあ、そういうのに必要な要素を常にメタバースは持っているので、別にこうキラーコンテンツとかなくても、まあ、あのさっき言ったような条件問題を一個一個満たしていくと、まあ、究極的にはこう、まあ、広まるのは確実なのかなとは思ってますね。なんかそれすごい面白い話なんですけど、結局なんかそうなるとメタバースはなんかその何ですかね、必ずしも脳神経科学を必要としてないのではないかという話を今聞いてて思ってしまって、だからなくても多分普及するってなった時に、じゃあ脳神経科学もちろんあったらフルダイブができていいと思うんですけど、なんか別に最悪なくても普及はするんだろうなと率直に思いました。そうですね、ぶっちゃけそうかなっていう気はしますね。そう、逆にだからその脳神経科学のデバイスとかが VR とかメタバースで用いられるようになるためには、明らかなメリットみたいなものを提供できないと、まあ、あんまりないかなって気はしますね。それが何だろうってところを、まあ、ちょっと僕は今普段からそうですね。いやでも、まあ、そういう意味で言うといっぱいありますよ。例えば、ファントムセンスって言っても、あのまあ、みんな感じてるとか言っても、現実の肉体の触覚と比べたらすごい弱い、すごい頼りない感覚なんですよね、やっぱり。で、それを感じてる人がまあなんとかヘビーユーザーの中で半分ぐらいっていう、そういうレベルなので、やっぱり普通の人がここ楽しいと思うと思ったら、やっぱりこう、まあ、そういう才能を持っていない人にとってはやっぱりこうリアリティが足りないっていう問題は絶対あると思うんですよね。今は結構そういう才能に頼っているところはぶっちゃけあると思っていて、まあ、そういうこうアバターとの一体感、臨場感っていうのを、まあ、感じやすい人が今残っているっていうのは現実としてあると思うんですよね。例えばなんかそういう、こう他の感覚もより誰でも簡単に感じられるような技術みたいなのが一般化したら、普通の人も、あ、臨場感全然違うじゃん、これ現実と同じじゃんっていう感覚を、今のこう、まあ、ぶっちゃけ今の現実に割とこうガチな才能のある人が集まっちゃってるようなところあると思うんですけど、まあ、そうじゃない人に広めるためには絶対意味があることだとは思います。ありがとうございます。今野さんいらっしゃいますか？あれ消えちゃったかな？見えなくなっちゃった。それじゃあですね、すごく、このメタバースの課題とニーズということで、まあ、ちょっと、僕もなんか通信状況がよろしくないかもしれない。あらあら。ということで、あらあら。はいはい。まあ、すごく、面白い議論だったと思うんですけど、まあ、やっぱりもう、もう、脳科学に僕自身も携わるものとして、やっぱりその、脳科学の力を使って、メタバースっていうのを今後発展させていきたいなって思うわけで、今後もですね、このメタバースと脳科学について、議論したりだとか発信活動を続けていこうと思いますということで、まあ、一旦このメタバースと課題ニーズについては、はい、終わりにしたいと思います。あ、3つ目のディスカッション、はい、なんかすみません、電源が充電がやばいです。なるほど、充電がやばい。もうやばいですか？今大丈夫ですか？なんか一応充電しながらやってるんですけど、それでも追いつかないみたいな感じ。ああ、なるほど。じゃあ、はいはい。巻きで、もう時間もちょっと押してるので、はい、最後に、すいません。巻きで、はい、行こうかなと思います。で、最後は、フルダイブ技術の実現性ということで、ちょっと、ネムさんと、今野さんにお伺いしていきたいと思うんですけれども、今野さん、まあ、
僕個人的に思う技術なんですけれども、このフルタイム技術っていうのは脳の情報を読み取る、はい、リーディングっていう技術と、脳に情報を書き込むという技術と、あと筋肉への命令をカットする技術っていうのが必要なのかなと思っていて、でないと、うんうん、先ほど僕の発表の時も言ったバスケットボールをプレイする時みたいに、仮想空間で、はいはい、広い空間で何かをするっていうことをしていた時に、完全に自分の体とアバターというのがリンクしていると、それと同じだけのスペースが現実空間にも必要になるという問題があるかなと思って、うんうん、この3つの技術が脳科学的に必要なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、近野さん的にはこの3つの条件を比べ、見てみて、まあ、どれがどれだけ実現性、今のところありそうかなみたいなことをちょっと教えていただくことって可能でしょうか。はい、そうですね、うん、筋肉の命令をカットっていうのは普段僕あんま考えてなかったんだけど、なかったんですけど、言われてみるとおっしゃる通りで、これは一番簡単なんじゃないかなとは思います、うん、まあ、どういう形でカットするかですけど、その、はい、運動やからその筋肉までのどこかの適切な部分を抑制してあげればいい、うん、そうですよね、だけなので、はい、これはなんか遠からず10年以内とかに技術的にはやろうと思えばできる気はします。うん、そうですね、読み取りの方が次に多分来ると思っていて、まあ、これも結局その1分間に190文字とかは現状できてるわけなんで、それはあとまあどこまで早くかつ精緻にやっていくかだと思うんですけど、これも割となんか 先は明るいような気がしています。でやっぱり書き込みが一番現状遠いんですけど、ただそれでもアルファベットを書き込むみたいなのは直接もうすでにできてますし、あとはさっきネムさんもおっしゃってた、うん、まあ、ファントムセンス、あとシナスタジア、共感覚みたいなところをうまく使うことで結構ショートカットできるんじゃないかなという気はしていて、多分本当にフルダイブっていうのは正直100年はかかっちゃうと思うんですけど、そうですよね。ただそのために着実にその10年単位でどん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 ステップアップはしていくんじゃないかなっていうのは思ってます。そうですね、僕としてもまあ近いうちに2050年とかそのあたりまでに脳の情報っていうのもちょっとずつでき始めるんじゃないかなみたいな思っているんですけど、やっぱりその解像度の問題っていうのを、今のフルハイビジョンみたいなものを、きれいなデータっていうのを脳に直接見せようとすると、それだけの電力数みたいなのが必要なんじゃないかなとかと思ってたりすると、そういった解像度の問題とかが、うん、やっぱりネックになってくるかなって思ってるんですけど、そうですね、小さい低レベルの フルタイプっていうのは少しずつ実現してきて、あとはそれがどれだけリッチになっていくのかなっていうことかなと個人的には思っています。で、あとやっぱりなんか、はい、これはあんまりなんか声高に言うのは結構危ないところではあるんですけど、はい、なんかその社会として、まあ頭蓋骨開け、ニューラリンクはなんかその頭蓋骨開けて電極刺すのをレーシック手術くらいのなんつうんですかね、侵襲度にしたいって言っていて、でもしレーシックも結構危ないことやってるじゃないですか、目の角膜切ってるんで、まあ、レーザーで、はい、なんでもし将来的になんかその社会が、これは本当に20年とか30年かけてですけど、まあ、ちょっと頭蓋骨に穴開けて電極刺すくらいだったら、まあ、やりたい人はやればいいんじゃないみたいな世の中に仮になると、フルダイブまでかなり近づくとは思うんですけど、ただそこは本当にその倫理の問題とかいろいろあるので、現状どうなるかは全然読めないっていうのが正直なところですね。うん、なるほど。その社会への理解っていうのもやっぱりこれから重要になってくると思うので、ニューロナビゲーターとしてこれからも発信活動頑張っていきたいと思います。でも因果側ができるようになったら、ぶっちゃけ刺したい人は結構いると思うんですよね。いますよね、絶対いますよね。いや絶対、絶対いますよ、ね、もう早く全身でそっち行きたいよっていう人は特にメタバース住人の中にはかなり相当数いると思うので、そうですね、普通になんかはい被験者やりますっていう人がいっぱい集まっちゃうんじゃないかなっていう気もコメントで刺したいですっていう方が出てきましたね、夏さん。いや刺したい人結構多いと思いますよ。なんかそういうこう、うん、仮想現実に対するこう感覚みたいなのをメタバースはすごい変えていると思うんですよね。なんかこう、現実じゃない空間で生きられるようになると、こんなに可能性が広がるんだっていうのを今テストしている段階だと思うので、究極的には全身でこうフルダイブで入れるといいと思うんですけど、なんかこうその先の未来を人々がこうイメージできるようになったっていうだけでも相当メタバースは意味が
あるなって思ったのと、うんうん、なるほど確かに、あと100年って結構いいラインだなと思っていて、なんか私さっき VR、はい、一般の人が当たり前にスマホとして使うようになるのに50年かかるか100年かかるかわからないって言ったと思うんですけど、そうですね、どっちが来るか先に来るかっていうの結構いろんな世界線がありえそうですね。まあ、先にこうフルダイブじゃない今の、まあ、VR ゴーグルを使ったメタバースが一般化するっていうのがあって、まあ、その後フルダイブの世界に行くのか、まあ、案外先にフルダイブが来ちゃってなんかこう、うんうん、そっちで一般化するような気もしますし、なんかいろんな未来のパターンが考えられるなと思いました。そうですね、なんかあのやっぱネムさんと話しててそのキラーコンテンツとか無理に考えなくても脳神経科学側で本当になんかその脳へのインプットアウトプットだけでリアルに世界を感じられるみたいな技術を極めていくだけで、うん、十分なんかそのキラーコンテンツ、それだけがキラーコンテンツみたいな必須技術になりそうな気はしますね、うんうん、はい、やっぱりなんか本当の意味のコンテンツってやっぱり人だと思うので、そこに他の人がいればもうそれが何よりのコンテンツだし、その人の人生が自動的にこうメタバースの中の新しいコンテンツを無限に生み出していくと思うので、なんかそこに世界があって住んでる人がいるっていうことが一番大事なのかなっていうのは実際にこの世界に住んでいて感じていることですね。あとちょっと私これを見て思ったのは、はい、筋肉の命令別にカットしなくてもいいんじゃないっていう気も若干しました。さっきの話で言うと例えば尻尾の感覚耳の感覚とかって肉体には存在しないので、究極的には肉体を2個同時に動かすことも、まあ、脳のメモリーが耐えられるのかわからないですけどできるはずじゃないですか。広角機動隊とかで少佐が3個ぐらいの擬態を同時に動かしたりとかしてましたけど、なんかこう脳を鍛えると別に2個も3個も同時に動かすことも別にできるような気もして、究極的にはこう現実の肉体も動かしながらメタバース側でこう仮想の肉体も同時に動かせるようになると生産性が上がってむしろいいですよね。 なんか脳の負荷がすごいことになりそうですけど、それ、うん、それができたら確かにおっしゃる通りすごいことになりますよね。もう、うん、まあ、ただ認知負荷も操作する負荷もめちゃめちゃハードル高そうですね。すごい人間が進化しないとなかなかその境地までたどり着けなさそうな感じが個人的に、なんか僕はなんか割となんか人工知能とか機械学習に補ってもらえるんじゃないかと思っていて、なんか人間はなんか細かいところまで指示するんじゃなくてなんか糸みたいなところを指示してあげると、あの細かいなんか筋肉の動きとか僕ら考えなくてもコップ取れるじゃないですか、どっちに何度動かしてとか、そんな感じでそのアナロジーで自分が例えばバスケしたいみたいに思うと実際のその肉体の動きは結構機械学習が何ですかね補ってサポートしてくれることによってアバターを同時に10個動かすみたいなのは可能性としてあるのかなっていう気はなんかしますね。確かアバターを10個動かすみたいな、あ、科学技術プロジェクト、あのムーンショットでありましたよね。そうなんですよね、まさにまさに、はい、うん、なんか先ほどちょっと話した2050年までに人が身体脳時間空間の制約から解放されるためのプロジェクトみたいなのを今内閣府主導で2050年までに実現させようと誠意努力中なので、あのぜひあのムーンショットプロジェクト応援してあげてください。はい、いいですね。なんかこうやっぱり社会、私たちが生み出した社会をどういうものとして私たちが捉えるかっていう、それ自体がなんかこれからやっぱりどんどん変わっていきそうですね、うん、このメタバースと脳神経っていうのがつながっていくことによって、ね、なんかすごい楽しい議論ができて面白かったです、うん、特にこの脳のインプットアウトプットの話は私がこう結構最近の動向がすごい気になっていたところだったので、うん、こんなに進歩がいっぱいあるんだなっていうのはすごく驚きで楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ本当に楽しかった、はい、あの VR 国勢調査とかも論文にできるんじゃないですかおーどうなんですよね、なんか学術的な論文に求められるなんか精度とかがいまいち私はよく分かってないんですけど、あ、まあ、でも少なくともなんかそのプレプリントみたいなアーカイブとかそういうのには全然上げられそうな気がしていて、なんかそのイーロン・マスクとかが研究者ではないですけどなんかその著者として論文書いたりしてるんで、 VTuber で世界初のなんですか論文著者とかってなんかできそうな気もしますけど、うん、
一応本になってるので、あの研究者さんの論文で私のデータを引用してもらったことは何回かありますね。あ、いいですね。論文にできるのかどうかよく、あんまり研究畑の人じゃないのでよく分かってないんですけど、はいはい、なんかこう面白そうなことができそうだったらぜひぜひアドバイスください。よく分からずにやっているので、はいはい、私はどっちかというとこう市場調査とかマーケティング調査とかそういうのが得意な人なので、割とこう国勢調査そういう観点でやっていますね、うんうんうん、人口動態調査みたいな感じで。いいですね。はい、ということで、そろそろお時間も、はい、お時間だと思うので、エンディングの方に移ろうかなと思います。ちょっと準備しますので、少々お待ちください。はい。結構コメントもいっぱい来て、よかったですね。そうですね。最後まで皆さん言っていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。結構なんだかんだでいろんな質問に答えてたような気がするんですけど、はい、結構やっぱりこう、どれぐらいでそういうフルダイブの時代が来るんだろうみたいなコメントは、何件か、はい、来ていましたね。なんか僕あの研究と他に医者は結構そのなんか老年医学って言って生身の人間がどれだけ長生きできるかみたいなところも興味あるんですけど、そっちはそっちに最近かなり伸びてるんで、まあ、生身の肉体でなるべく長く生きて、でそのうち、まあ、フルダイブの世界で生きられるようになりたいですね。あの、うん、ALS の、ロボット研究者だった、モーガン先生、ピーターさん、あ、モーガン先生か、はい、はい、あの方は、その近藤さんが今おっしゃったその生身の人間っていうのは、そのサイボーグ化した人間っていうのを含まれる人間なんですか？あ、そのつもりでした。はい。なるほど。自分の体を、まあ、有機体からそのハイブリッドになって、うん、いずれはまあ無機物にみたいな。まさしく電脳化というか、そういったものにつながるような研究になりそうですね。面白いですね。そうですね。はい、ということで、エンディングの方入っていこうかなと思うんですけれども、ではまずはネムさん、今日のイベントを振り返ってみて、いかがだったでしょうか。感想の方をお聞かせください。はい、めちゃくちゃ面白かったです。さっき大体言っちゃったんですけど、そうですね、なんかこうやっぱりメタバースとか脳神経とかそういうのを突き詰めていくと、私たち人類とは果たしてどういうものなのかっていう、そういうところにやっぱり戻っていくんだなと思っていて、なんかそういうところにインパクトがある、人間をこうどういう風に再定義するのかっていうのがこれからは問われる時代になるのかなと思っていて、なんかワクワクが止まらないですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。フルダイブやりたいですね。私もちょっとブスッとブスッと行きたいです。ここに USB Type-C をこうブスッと行きたい人なので、なんか電極設置して、はい、ちょっとはい、はい、ちょっと立候補しちゃうかもしれないですね。いいですね。ぜひぜひ、はい、はい、では今野先生、いかがだったでしょうか。感想の方お聞かせください。はい、僕もちょっとさっき言っちゃったんですけど、本当に面白くて、企画していただいたルーさん、ネムさん、ありがとうございました。ありがとうございます。僕としては、脳神経科学から何が貢献できるだろうってところを一番の何ですかね、今日聞きたいことだったんですけど、やっぱり、本当に現実何ですかね、コンテンツは人間だ、最終的には人と人との触れ合いだというのが本当にそうだなというふうに思いまして、それをよりなんていうんですかね、時空間解像度高くできるように脳神経科学側からも今後いろいろ協力できればと思っていますので、はい、で、今後ちょこちょこ僕もこのクラスターとかなんか出没するかもしれないんで、その時は先輩の皆さんぜひ仲良くしてやってください。ぜひぜひ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では最後に僕の方から簡単にちょっと感想の方をと思うんですけれども、メタバースと脳科学に僕自身興味を持っていて、今回こんなイベントを開催させていただいたわけなんですけれども、メタバースに僕よりも詳しいネムさんと、あと脳科学に僕よりめちゃめちゃ詳しい今野先生と、その2人に挟まれて、こういった議論できたのすごく大変貴重で楽しい機会だったなと思って、改めて、やってよかったなと思っております。で、こんな感じでですね、今回の1回で終わらず、今後もですね、メタバースとあと脳科学の組み合わせっていうのは今後もいろいろ何かしらイベント企画していきたいと思いますので、またですね、機会がありましたら集まっていただいて、イベントの方参加していただけると幸いです。ということで、
これをイベントを締める前に最後にこちら今回クラスターの方にですねたくさん皆さん集まっていただいたと思うのでせっかくなので最初にもやったんですけど写真撮影の方をちょっと最後にやらせていただきたいなと思います。なのでできればじゃあ皆さんここら辺下に集まってもらう感じにしましょうか。はい、お願いします。じゃあちょっと集まっていただいた皆さんちょっとこのラインにぐわーっとこう集まってもらって多分カメラ こっちになると思うのであっちに集まってもらってこっちを見るみたいなそういう感じでお願いします。ああじゃあ新井さんすいません今回カメラ前にやっぱりカメラ役お願いしてもいいですか。はい、カメラ撮ってくれてる方が画面スクショすればいいだけなので。はい、はーい、なんかリアクション出しましょうか。はい、なんか脳のアイコンがないのでじゃあ無難にハートとかにしましょうか。ハートで はーい、じゃあタイミングはカメラマンの方がしてくれた方がいいのかな。ちょっとこう上から見下ろし気味に撮ってもらうといいかもしれないですね。あ、喋れないのかな。あ、ありがとうございます。はーい、じゃあ私が声かけちゃっていいですか。あ、わかりました、お願いします。大丈夫ですか。はい、じゃあ、はい、せーのって言ったらみんなでハートマーク出してください。多分カメラマンさんが画面をスクショしてくれると思う。せーの、ハート。脳で感じるメタバースわーす。お、いいですね、いいですね、ありがとうございます。もう一回行きましょうか。はい、一回止めて、せーの、どうハートー、どこで感じるメタバース。今日はみんな集まってくれてありがとうございました。ありがとうございます。結構メタバース10人の方が多くてなんかその場でいろいろ聞けて面白かったですね。みんなの反応も見れてはーい、多分撮れたかな。ありがとうございます。しょう、はーい、それではですね、締めのアイコン。お、風船ありがとう。お、風船ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に締めの挨拶の方を入っていきたいと思います。僕はですね、その前に告知の方をですね、じゃあまずはネムさんの方から簡単に書籍の告知などの方をありましたらお知らせください。そうですね、はい、じゃあちょっといくつかあるんですけど出るかな。あ、出た。はい、ちょっと VR 国勢調査の派生でちょっと今メタバース内でのハラスメント問題みたいなのが割と注目されがちなのでちょっとそれに特化した調査を今行っています。そこでメタバースでのハラスメントと題してちょっとこちらアンケート調査を今大々的にやっているので、はい、VR ユーザーの方いたらぜひぜひ答えてみてくださいというのが一つ目。もう一つは、はい、出ました、私の新曲メタバースで歌ってみたコンテスト開催中です。あと1週間来週土曜日まで募集中なのでぜひぜひみんな歌ってみてください。もう来てくれてる人も いるけど今私が着ているこの衣装無料配布中です。着てみてね。クラスターでも VR チャットでも頑張れば着れると思います。そして秋葉原クソデカビジョンにメタバースへの扉を開きたい。はい、なんかまだまだ、ね、知られていないメタバース原住民の実態なんですが、もう私たちがみんながね、現実の人が私たちの世界に覗きに来てくるのを待ってるだけじゃもう物足りないということで、私たちがもう現実世界に乗り込んでいく秋葉原ジャックプロジェクトを今進めています。10月1日から、はい、私が出ます。あのクソデカビジョンに1ヶ月間10月1日から30日まで秋葉原を占拠します。お楽しみに。はい、おしまい、はい、よろしくお願いします。あと本買ってください。メタバース進化論アマゾンで大好評発売中です。イエーイ。はい、じゃあ他の人、はい、では今野さんお願いします。はい、まあ、僕ちょっと今電池があれなんで抜けちゃったらそういうことだと思ってください。はい、まあ、僕も
今ツイッターの方でですね、最新の脳神経科学とか人工知能の研究を発信しているので、まあ、もしよかったらぜひフォローしてくださいっていうのと、あと今日話したみたいな内容がですね、あの現状の脳科学と人工知能を組み合わせたものが一番なんですかね、分かりやすく書いてると自負してますので、こちらも興味があったらぜひ読んでください。これ買ってみます、はい、読んでみます。ありがとうございます。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、めっちゃ楽しそう。ありがとうございます。では最後に僕の方から、まあ僕はあのちょっと資料とか何もなく簡単に口頭で説明なんですけれども、あの普段あのゲームの中に入り込む技術、フルダイブ技術を実現したいと思って、毎週土曜日の18時に最新の脳科学であるとか、あとはメタバースに関係する動画っていうのを投稿しています。で毎週各週日曜日ぐらいでですね、18時にライブ配信をしています。で今日のイベントが楽しかったって思える人はきっと楽しめる内容の動画とか配信とかをしているつもりなので、ぜひぜひ気軽に遊びに来てください。で、まあそうですね、はい、こういうことで、本日お集まりいただきありがとうございましたということで、はい、約2時間超えのイベントとなってしまいましたが、お付き合いいただきありがとうございました。ネムさん、近野さんも長い間お付き合いいただきありがとうございます。もう本当にいろいろネムさんにはイベント開始前からいろいろ教えてもらったりだとか、もう普段からはい、ありがとうございます。近野さんにもですね、普段からもういろいろとお世話になっておりますので、もう非常に今回はいイベントを心よく来ていただいてすごくありがたかったです。はい、でまあ、まあ自分で言うのも何なんですけれども、今回すごく貴重でとってもためになるイベントになったんじゃないかなと個人的に思っています。で今後もメタバースとか脳科学を組み合わせたイベントっていうのをどんどん開催していきたいと思いますので、気になる人というか、また見かけたらぜひですね、遊びに来てくれると嬉しいです。ということで、それでは最後にお別れの時間となりました。それでは皆さん、今日はお疲れ様でした。また次回のイベント等でお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。では YouTube の配信の方聞きます。